久しぶりに彼女に会いに行った。おかえり。ただいま。キコーナ。でございましてですね、はい、始まったという形でございますけれども、はい、お願いします、はい、ゴリ店長がツイッターで高橋君出すって言ってたっていうコメント来てますけど、はい、ちょっとイケメン担当なんで、ちょっとあイケメン担当、はい、ちょっと前から言ってまして、はいはい、はい、あのご自身でもイケメン担当という形で先ほどからあのゴリ店長に散々葉っぱをかけられてたという形だと思うんですがはい、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。音出てるよね。OK っていうコメント来てましたんで、はい。音は出てましたね。はい。はい、といった形でございまして、まあ、最初から出るのは初登場という形になりますけれども、はい、なんと今日は、初っ端から、いつもだったらね、どなたか店長さんいらっしゃるんですけれども、はい、本日は、心細いです。心細すも、はい、二人ともいないと。あのお忙しいということで、はい、ハード店長は後々来られるということで、はい、あとゴリ店長の方も後で来られるということですんで、はい、最初は我々2人と、はい、いう形になりますが、ちょっとはね橋本先生がだいぶ不安がっておりますけれども、はい、はい、あの知らない方にね教えていただければと思いますね。橋本って誰、はい、というコメントも来てますんで、はい、はい、まず自己紹介の方よろしくお願いします。お願いします。キコーナ生田がインター店副主任の橋本です。はい、よろしくお願いします。一応スロット先生という形で、そうあのちゃんとネームプレートも用意させていただいて、はい、橋本先生という形で用意させていただきましたが、はい、スロット先生ということで、なんとスロットコーナーには橋本さんご自身のなんかポスターがあります。ドドンとあると、はい、いうことでございまして、なぜスロットご自身もスロットだいぶと興味、もともと興味があったと。そうですね、かなりあ、まあ、プライベートでも売ってると、はい、なんでちょっと、はい、皆さんは分からないことなどありましたら、あればぜひね橋本さんおられたらあの聞いていただければ何でもお答えすると、はい、お願いします、いうことでございますので、ぜひ、ね、はい、店舗の方で見かけたら声をかけていただければと思いますので、はい、万が一あの分からなかったらあのすぐ調べますんで、はい、あ分からなかったあ分からない場合はもうすぐ調べてお伝えするという形になりますんでね、はい、今何かが届きました今これちょっと照れくさそうにしてますけれどもこんな感じでこういう形でポスター置いてますからね、はい、スロット先生橋本が解説いたしますということで、ちょっとまあ偉そうな感じなんですけど、なんでそんな写真が1ミリの写真になってるんですかねこれねこれは、はい、これは恥ずかしいっていうコメント来てますけどどうですか、はい、最初これを飾るっていう話になった時ご自身どうでした。いや、やっぱかなり恥ずかしいっていう気持ちが一番にあったんですけど、けども、はい、まあ、美味しいなと思いました、ね、ある意味美味しい、この顔がもう全てを象徴してますよ ね、 すね、ちょっと美味しいよみたいな感じになってますけれどもね、はいはい、というわけでございまして、ぜひ、ね、スロット詳しい橋本さんでございますが、はい、じゃあそのスロットついでにちょっと後ろにポスターを持ってありますけれども、はい、じゃあね、こちらの方ちょっと生田家庭の方からお知らせということで、はい、よろしくお願いします。12月21日地域最速で、うん、秘宝殿稼働しますんで、地域最速月曜日から解禁という形で、はい、もうその日から打てるという形でございまして、はい、もう台数はもうすでにもう入られてるんですかね。はい、入られてます。はい、何台っていうのは言えるんですかね、これ大丈夫ですかね。あ、ちょっとそうですね、何台とかいうのは言わないね。あとは、はい、Pワールドとか、はい、もしくはメールマガジンとかね、はい、そちらの方をご覧いただければと思いますんでね、お待ちしております。はい、お待ちしております。どうぞよろしくお願いをいたしますはい、イーゼルバンバン叩いて広告したらあかんでとか言われてます、はい、これイーゼル叩いたらご自身がご自身を殴る形になっちゃいますんでね、これね、はい、はい、この顔にピンときた110番とか言われてますけどね、はい、橋本くんはテンポ、ちなみに秘宝殿、はい、大丈夫そうなんで、5台、あ、5台、5台です、はい、5台用意されてるということですんでね、最速で、ね、打ちたいという方はぜひ
はい、生田川店にいらしてください。よろしくお願いいたします。お願いします。あ、橋本君こんばんは。ガロ以来だねってことで覚えてらっしゃる方いらっしゃいますね。 ありがとうございます。あのガロの時に、ピンチヒッターという形で、はい、打ちましたけれどもね、はい、されましたね。大当たりハイエナという伝説的な話がありましたけれどもね、はい、はい、先生ゴッド打ってほしいというねコメントも来てますけれども、実はね、ねスロット先生やねんけど今日パチンコじゃなくないっていうコメントを来てますが、そうなんですよね、あの隣見ていただければ分かると思いますけども、本日なんと配信するのはパチンコ島ということでございまして、はい、はい、じゃあ今日打つ台2つを紹介していただいてよろしいですか、橋本先生。はい、ベルサイユのバラと乙女フェスティバルというふうになっております、うん、はい、のこの2台、今週もね、はい、配信した台ではあるんですけども、皆さんから非常に好評いただきまして、はい、はい、改めてやろうと、はい、いう形にね、頭にくっつけてるのはクリスマスシリーズですかって、よく気づいた方いらっしゃる。これで分かりましたか。さあ、ちゃんとつけてるということでね、あのわざわざ今日何かこう特別な格好しなきゃいけないという使命感に駆られて、クリスマスリースをわざわざかぶっていただきました、はい、ちょっと、はい、まあ、ちょっと早いですけども、はい、まあ、何もないよりかはいいかなと思いましたとりあえずニコダワってるからには何かしていきたいと、はい、本当にメールマガジンとか、はい、ゴリ店長の方のツイッターの方で、はい、橋本さんよく出現されてるということですのでね、やはり認知は多少と、まあ、以前もガロの時も出ていただきましたんで、はい、認知はあるかと思いますけどもね、はい、今回改めて最初から出るのは初登場という形になりますんで、はい、緊張しております、はい、緊張するという形でございますけれども、はい、こちらね、いつも神戸市をするとか並びに生田川インター店の方ではですね、ビンゴ対決という形で、はい、いわゆるミッションビンゴというのをやっておるんですが、はい、今日はもう、台の方が、はい、まあ、違いますんで1台1台、はい、まあ、ちょっと同じ条件でビンゴするのはきついかなと、はい、いう形でございまして、本日ちょっとルールを変えました、はい、ポイント対決という形にさせていただきます。ルールこちら、はい、もう非常に単純ですね、大当たり1回につき1ポイントという形で、計算します、はい、橋本先生からゴリ店長がもう出れるようになるよと思ったら橋本先生の方からゴリ店長へバトンタッチ、はい、はい、でハードちゃんが来ましたら、ハードちゃんというかハード店長ですねあの方来られましたら、はい、私の方から、ハード店長の方にバトンタッチという形になります、バトンタッチにしたら、はい、その時点で店長の当てた分のポイントに関しては2倍という形になります。それとあと1つ、はい、マックスラウンドですね、へそ入賞もしくは、右打ち地のマックスラウンドより7もしくは3かなっていう形で、はい、大当たりをした場合、こちらが、ポイントさらに2倍になるという形になりますので、はい、大当たりの内容はぜひ覚えておいていただければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、昨日は変な2人やったから今日は癒されるってコメントですねだいぶまともな放送見えてるかもしれませんけどね、大店長とハードちゃん遅れるんですかということで、本日、両方とも遅れるという連絡が来ておりますんでね、申し訳ございません、はい、しばらくこの2人で打っていく形になりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、じゃあ、ね、橋本さん、皆さんね、橋本先生質問ですけども、何が一番好きですかというコメントいきますけど、あ、何か趣味とかで一番好きなことってありますか。趣味ですか。趣味は釣りですね。お、釣り、はい、どの辺まで釣りに行かれます。いや、もう釣り、バス釣りでも海釣りでも、あ、何でも来い、はい、そしたらもう時間があったらすぐどっかへ行って釣ってるという形ですか。はい、最近だとどこ行かれたしました最近あの冬で寒いんで、はい、行けてないあ、寒さには橋本さん弱い、はい、そうですね、あ、冬の海釣りとかはあんまり、はい、そしたら出ていかない感じなんですかね。そうですね、むしろやっぱり夏とかバス釣りですね。あ、そっちの方がメインという形みたいですね、はい、はい、釣り堀とか行かないんですかって言われてますけどね。あ、釣り堀は行かないですね。ちょっと安定は求めないんです。あ、なるほど必ず釣れるようなところ行かない、はい、自然の中で釣りたいという形でございます。一応ギャンブラーなんでなるほど、はい、さすがその辺は普段からスロットを打たれるということ で、はい、そうです。ちなみにスロットだと普段何打たれたりします。よく打つの。あ、北斗の友とか。あ、最近だとね、はい、最新だとお、はい、結構爆裂エイティキ好きな感じですか。好きですね、はい、あ、これはなんとなくギャンブラッシュがすごいしますねこれはね、はい、鶴瀬橋本スロットは強いが寒さに弱いって言われてますね、はい、ワカサギ釣りとかしないんですか。ワカサギ寒いからねそれは無理です、ね、あれですよね、氷には泣けて釣るやつですよね、はい、ワカサギね、湖に北海道とかよくやってますけどね、はい、友出えへんぞとか言われてますけどね最近は何が旬なんですかって言われてますけど、旬で言うと何なんですかね。冬は旬ですか。もうとりあえずバスがメインなんですか。バス釣りっていうか
そっちがメインですか。そうですね。あ、バス釣りよく行きますね。なるほど。ニジマスとかも行きます。あ、ニジマス、はい、もう川釣りとか、はい、そっちの方ですかね、メインとしてはね。釣るのは女の子かなと、装飾に見えるけど男やねえとか言われてますけどもね、はいはい、全然釣れないです、ね。うん、橋本先生、友の面白さを教えてくれと。あれの面白さ、面白さは分からんと。ハマのくせにデメダルが少ないっていう厳しいコメントも来てますけど。あれは北斗乱舞じゃないですかね。ああ、一撃乗せた時のね、もうあれが全てだと思います。もう乱舞に乗せてなんぼ、はい、あればっかり、やっぱりあれを目指して打つ台であるという橋本先生のあれですね。はい、はい、キャッチアンドイートじゃないんですかって言って、釣って食う、女の子は釣って食うわけじゃないですよね。そうですね、はい、ご想像にお任せします。あ、お任せしますという形です、うん。ちなみに一つ聞いていいですか。はい、僕は毎回その初めての方、男性の方によく行くんですが、はい、彼女はいてはりますか。そうです、結婚します。あ、すいません。あー、消えちゃった見えちゃったね、これは。じゃあ奥様に愛の一言どうぞ。はい、カメラ通じて。いや、ちょっと鬼嫁なんで、ちょっとすいません。あ、鬼、あ、ちょっとその辺は内緒でね、内緒でということで。見てたらまずいですね、はい、ちょっとは結婚とかって言われてますけどもね、はい、うん、そう、橋本ね、そうそうそう、送り出すのは、そう、ゴリさんとハードちゃんっていうことですね、はい、うん、橋本帰るよ、嫁いるとか、爆発しろとか言われてね、リア充爆発しろってね、コメントもたくさん来ますね、こんばんはと、ありがとうございます、はい、じゃあね、もうね、橋本君、早う打たしたりっていうコメントも来てますんで、はい、じゃあ、もうぼちぼちと対決もスタートしたいと思うんですが、はい、じゃあ、橋本さん、どちら打ちますか、乙女フェスか、ベルサイユのバラか。いいですか、選んでも。はい、はい、選んでもいいですよ。ベルサイユがいいですね。あ、ベルサイユの場合でいきますか。わ、はい、かりました。じゃあ私、音フェスティバルの方ね、はい、打たせてもらう形になりますんで。お願いします。鬼嫁かっこ笑いとか言われますよね。いや、もう結婚かとか言われてますけどね。もう忘れていただいて。あ、もうその辺の発言については忘れていただいた方がいいということですかね。そうですね。あ、わかりました。あえてこの辺は深く突っ込まないんで、はい、ちょっとしたら奥様は YouTube とかで見られる可能性もありますね。可能性ある。でも鍵閉まってたらやばい。帰ってもガチャリされてならもう大ピンチということで、よろしいですかね。はい、ちょっと怖いですね、はい、橋本に質問ですけど嫁のどこがお匂いなんですかと。あ、この辺の質問また後々ちょっと聞いていこうと思いますんでね。じゃあ早速でございますが、はい、シダ始めたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあすいません、じゃあ座っていただいて、はい、はい、台の方座っていただいて準備お願いします。ちょっと見えるように、ちょっと見えるシダちゃんとね、このスロット先生、はい、橋本がってね、解説いたしますってコメントですね、はい、鬼嫁ざまとか言って言われてますけどもね。じゃあちょっとね、移動して始めたいと思いますんで、はい、じゃあもう始まさすでに、シダ開始されてもね、はい、ボンジュール、おっとボンジュール言いましたね、ボンジュール、ボンジュール、よいしょ。さあ皆さんどんな感じですかね。じゃあ私もね、コメントの方ね、読みながら行きたいと思いますんで、皆さん何かね、不都合等あれば言っていただければと思いますんで、はい、コメントの方でね、皆さん教えてください。よろしくお願いします。お願いします。橋本くんのお小遣いいくらですかって言われてますけど。いや、僕お小遣い制ではないんですよ。あ、ではない。はい、どういう形なんですか。いや、まあ、なんですか、いる時にもらうみたいな、はい、あー、必要に応じてという形ですね、はい、なるほどなるほど。橋本くん喋りが達者やなって思ってますけどね。いえいえ、いや、さすがですね。これ、まあ、2回目の登場ではありますけれどもね。はい、はい、あれ、ちょ、マイクが、あ、マイクどうしました、ずれてます。大丈夫ですか。はいはい、あ、マイク、はい、それで、あ、大丈夫です。はい、大丈夫ですか。よいしょ。ちょっと今ね、カメラの調整してますんで少々お待ちください。はい、よいしょ。いや、ベルサイユ初めてなんですよね。あ、初めて打ちますか。はい、ちなみにこれね、オトムフェスティバルと両方、ライトミドルと、あ、こちら、あ、核炎タイプですね。はい、はい、319.6 球分の1という形になってまして、ミドルですね。はい、ミドル VS ライトミドルという形になりますけれどもね。はい、はい、コメントビューが立ち上がれないぞ、スマホ大丈夫か。リーチ、あ、よいしょ、ね、橋本君、どこの 嫁のどこが怖いんですかって言われてますけどもね、はい、いや、うちのは、
ヤン嫁って言われてますから、いやいや、これヤン嫁ってヤンキーの嫁だから、お嫁エピソードお願いしますって言われてますけどね。いや、でも本当ヤンキーですけどね。それ言って大丈夫ですか、橋本さん。いや、まあ、見てないことを願います。あ、祈るという形ですかね。はい。はい、若津、今日もゲスパワー総本山の放送楽しみにしてますというね、もともとね、ゲスパワーの放送ってゲスパワーって言われてるんですけど、この放送、はい、ゲスパワー神戸総本山とか言われてゲスの方と結構話すんですけど、はい、ね、あの2人、ね、あの店長2人は来てからが本領発揮になると思いますんでね。はい、あ、ちょっとこれ音大きいっすね。ちょっと下げますね。ゴリ店長お番です。ゴリ店長後で来ますんでね。前々も木曜日完全来る気ないなということで、以前ね、来られた時はうちの女性陣の方が MC やってたと思うんですが、今回は私ね、野郎だらけのお得臭い配信となっておりますんでね。スロット館でオトンフェスとベルバー打ってるの本日ね、生田川インターテンからです。今日は運動部の部活配信やなって言われてますからね。はい、ゴリ店長がツイッターで高橋君出すって言ってたよってね、コメント来てもちゃんと出ていただいてますんでね、こちら、ツイッターで弾けてる人だっていうコメントも来てますけど、ツイッターで弾けてるんですか、そんなに。弾けてますね。だいぶ弾けてます。だいぶ弾けてる、はい、それは大店長の目論見とかそういうわけでもなくてっていう形ですか。まあちょっとありますね。ちょっとある。ツイッター普段やられてるのは大店長なんですね、確かね。ちょっと聞いてたら怖いんで、ちょっと。ね、はい、橋本君一人大丈夫って言われてますよね。はい、木村魚拓かと思ったって言われてます。魚拓さんそんな似てるって言われます。え、木村魚拓さんは似てるって言われたりします。言われたことないですね。あんまないですか。どちらかというとエータとか。あ、そっちイケメン系。まあそうですね。あ、らしいですよ皆さん。ジャッジメントしてあげてくださいね、これね。はい、いやでもよく見ると男前なんです。あ、よく見ると男前。よく見ると男前。カメラの左後ろのカメラの方でアピールしてやっても OK ですんでね。はい、橋本先生、戦国乙女2が落ちたいですね。スラムダンク的にって言われてますけどね。戦国乙女2ってこれスロットの方かな、これ。橋本先生、公開処刑にあった気分はどんな感じですかって言われてますけどね。先生、ゴッド打ってほしいですって言われてますけどね。はい、こんばんにゃー。はい、こんばんは。ありがとうございます。橋本先生はなんでこんな罰ゲーム受けてるんですか。ハードさんの差し金ですかって言われてますけど、今日はね、特別に。今大店長が写メ今上げに行きましたね。あれツイッターに上げに行きましたね。今ね、写メ撮ってましたね。はい、スマホは今日も配信が安定してないなってね。勝負ということは罰ゲームはあるんですかって、罰ゲームは基本的に目標ないですからね。いや、今店長の顔笑ってなかったですけど、ね、笑ってなかったですね、これね。大丈夫ですかね、これなんか変なツイッターへの上げられ方するかもしれませんね。やばい。はい、JP さん引っ張るの早打したいなってね、今打ってますけどもね。北斗乱舞も伝承ばっかりやぞっていうねコメント言ってますけど、やっぱり乱舞入れないとね。そうですね、あの台はちょっとなかなか出玉伸ばすのは厳しいかもしれませんけどもね。あれはもう乱舞っすね。橋本先生当たったらちゃんと歌うんやで、ベルバラって言われてますけど、名曲流れますからね。本当ですか。全然わからないっす。いるときにもらうのはスロとか いけないんじゃないかって言われてますよね。いじりがいがある人が来ましたねって言われてますよね。鬼嫁とか報告しとくって言われてますけど、勝手に家の方に報告があったらえらいことになりますけどね。ちょっと怖いですね。嫁にスロ行くから金くれとか言いづらないかって言われてますけど。いや、普通に。あ、それはもう普通に言い出せるんですか。はい、で、まあ、おいくらぐらい軍資金いただけたりするんです。いや、これ結構10万円とかもらえるんですよ。ああ、そうなんですか。はい、いやでも奥様あれじゃないですか、結構フリーダムじゃないですか。いや、買ったら全額渡さないと。あ、なるほど。軍資金は渡すけど、ちゃんとも持って帰ってこいよと。はい、10万規模とか3万規模とか持ってくんやったら、もうその分だけちゃんと家に戻しなさいと。なるほど、はい、いるものを言うたら必要ないとか却下されるパターンですねって言われて、ね、そうですね。もう今日帰ったら鍵開きませんねって言われてますけどね。今日オトフェス発出しました。あ、今日発出された方いらっしゃいますけどもね。はい、今来ました皆さん、こんばんはと。ありがとうございます。今日さ、モニタリングで4人相談しないで勝手にバイク買ってきた時どういう反応するかってやってたんだけど、橋本がやったらこれどうなるって言われてますけど。いや、僕がやったら、はい、多分大変なことになるんですけど。あ、大変なことになる。嫁はすごいですよ。あ、奥様は結構その辺勝手に買ってくる感じなんですか。多分言ったら、はい、怒られるんですけど。ちょっとなるほど、はい、この前の電動自転車が増えてましたね。あ、それは奥様買われた。はい。いや、電動自転車結構するでしょ。そうですね。
いや12万円ぐらいするやつ。うわえ、それはあれですか、旦那様の方には相談は何かあったんですか。はい、なかったっすね。なかった帰ってから増えてましたね。あ、どちらかというと平天君の方が似てるとか言われてますよ橋本さん。あ、お、なんかアンコール来ましたね。どうかな、緑ホリーが来ましたね。さあ、緑ホリーでも前回放送、前回の火曜日放送のよく渡ってましたからね。おイケメンでは正座で台に向かえてね、あのさ、よく見たらイケメンって嫁が切れるのが分かるわとか言われてますけどね橋本君、店長のぶっこみしてもええんやでって言われてますけどね。いや、それはちょっとそれはちょっと怖い、本当に怖いです、ね、あ、それはちょっと怖いんですからね、はいはい、橋本君、イケメンではないなとか言われてますけどね。うん、は10万円どんだけもらえてんねんって言われますけどすいません、あの言うただけ一応はもらえるという形なんですね。そうですね、お店、あのお店、あのお家の方のスタイルとしてははい、はい、らしいですよ。いや、でももちろん10万円負けて帰ったらもう大変なことになります。10万、そう、10万結構負けて帰ったらえらいことになるんや。いや、もうそれはもう負けて帰ったら何してんねんあんたと、はい、もう決勝を書いて怒られるパターンですか。そうですね、はい、1回8万ぐらい負けたことあるんですけど本当にやばかったあ、やばかった本当にやばかった。ちょっとさ、家庭崩壊する勢いじゃないかという勢いで。い、本当にそうです。あ、そうだった。いわゆるブチギレですか。ブチギレっすね本当に。いや、その日の晩ご飯はなかったですからね。あ、マジですか、はい、一切抜き。はい、うわ怖いな。いや、ちょっとこれ以上言うのはちょっとやめてください。さすがに、さすがに、全額献上、嫁優しいとか言われてますね。でも、で、橋本は買ったんだけど、いくら、お金を抜いたことがあるんですかって言われてますけどもね。いや、それは抜いたとしても言えないですね。あ、それは言えない、抜いたとしても言えない。あですね、あんまり詳しいこと聞くのやめておきましょうか、これね。はい、橋本さん、もっと楽に行こう、見とるこっちまで緊張するって言われてますよね。ベルバラを原作面白い、はい、高校の図書館にあって当時借りて読んでたってね。ベルバラは結構高校とか中学の図書館あったりするみたいですけどもね、この辺はね。あ、そうなんですか。あ、早速ゴリ店長はツイッターに載せてたってコメント来てますけどね。お、早いですね。マージャン物語スタートで出てますね。どうかな、むしろ火星で来いってかって言われてますけどね。あれ、また、まあ、ただうちゲーハーゴリラさんが左画面にいた、ただうちゲーハーゴリラですと、そんな嫁を鬼嫁とか言うんで、言うんやでって言われてますけどね。はい、まんまい出したら、おいくら機構抜いて渡しますかって言われてますけどね。嫁の素性が見えてきたって言われてますね。橋本くんは無駄遣いができない子ですかって言われてますけど。あ、いや、でも服とか結構買いますよ。あ、服とかは結構買う、はい、あ、その辺に関しては OK なんですね。そうですね、はい、うん、旦那は財布ですやんって言われてますね。共働きですかって言われてますけど。え、共働きですかって言われてますけど。今はそうですね。あ、一緒に働いてる、はい、ということですかね。JP さん、ごめん、ちょっと笑いすぎてうるさい、すいません、大変申し訳ない。負けて帰ったら電動自転車が4台増えてんのかって言われてます。あ、夜行の落ちましたね。どうかな、やばい、ダディこれ結構熱いやつちゃうのってね。橋本おもろいからレギュラーになれって言われてますけどね。ありがとうございます。当たり前じゃ、そんだけ負けたら離婚者やでって言われてますけどね。まだ入籍はしてないんかじゃ、もう入籍、結婚はされてますよね。はい、入籍します。オットフェスが潜伏の一段がつくのは、そうですね、ゴリーですが、管理者として鬼嫁発言、奥さんに報告いたしますって言ってますけど、ゴリー店長、何見てんすか、店長、余裕あるんですか、これ、はい、奥さんに動画送るわとか言われてますよね。店長、本当ダメです。うん、ゴリ店長が橋本先生鬼嫁発言かっこ笑いって書いてあったよって言われてますけど、早速ツイッターでチクってますね、あの人ね。いや、はい、マジですか、ツイッターは見てるって、うん、おじさんその予告発言、伏せもそれで当たった。あ、これ萌えカットイン来ましたね。いや、スペシャル萌えカットイン、さあどうかな、やばい、あ、来た、一発目あらーす、乙女当たりってことで、早速当たりましたね。大店長相変わらずゲスいなって言われてますけど、早速いただきましたね、ありがとうございます。あ、ごめん、ちょっとオートフォーカスになってますんで、ちょっとカメラいじりますね、ごめんなさい。はい、これで OK ですかね、はい、確定やですね、オートフェス最強に試行でいいってことで、 ありがとうございます、すいません、はい、はい、あのタイミングで萌えカットインを確定かなって思うということで、右下にあの萌えカットインゲットっていう文字がバーンって出てましたんでね、はい、
さあ JP 先生おめでとう、ありがとうございます。じゃあ早速私のポイントで後でポイント加算しますね。これはねちょっと今動けませんので、はい、じゃあ早速ベースラインの場合の方も当てていただきましょうか。こちらの方ね、はい、ただまあちょっと確率はこっちが多いんでこっち2分の1にしときましょうか。ほぼ倍ですからね。ありがとうございます。ポイント2分の1でいきましょう。はい、お当たり早いということで、さあお、さあこれ全員集合すれば V52。 あー残念、いかなかったっすね。これ当たらなかったその時点で、通常ですか、はいっていう形になりますからね。疑似連がヒストリー疑似連でしたね。 ST 入れた意味あらへんって言われてますよね。はい、というわけで時短なしの大当たりの方がこれで確定しましたかね。はい、鬼嫁はベッドの中でも鬼嫁ですかと言われてますけど、かなり下水質に来てますけどね。いつも通り行きたがらしくなってきましたねこれね。それはちょっとノーコメントだけどちょっと、橋本君これが気候ちゃんだよと、発言には気をつけようねってことでねあのあっという間に拡散される恐れがございますんでね、はい、怖いですからね、はい、50% だっけってことで、オトンフェスティバルは 52% で、確率変動ですね。はい、さあというわけで、あっという間に大当たり終わりまして、これ潜伏してない場合に限っては時短つきませんのでね、はい、はい、48% 引いちゃったんでこの時点で時短はつきません。橋本さんは独身時代の時は夜のお店とかに行きましたかって言われてますけど、いや僕一切、あその辺の時に、いやじゃあ奥様との出会いっていうのは何かあれですか、昔から付き合ってた彼女がやったからとかそういうあれですか。いや、ただ単に友達やったんですよ。はい、はい、それでまあ普通に付き合って結婚したみたいな感じです。いや本当に僕何も行ったことないです、はい、スナックとかも一切、はい、あその手の、はい、まあ、あの女性に接客されるようなことに関してはもう全く行ってないっていう形らしいですよ、はい、はい、うん、嫁いいな、いい紐見つけたよなとか言われてますけどもね橋本君釣り以外に趣味何かありますかって言われてますけど、あまあスロット行くか、まあ昔はいっぱいあったんですけどね、うん、もう今は結構自重してる感じですかスロット以外に。はい、なるほどね。昔はあの遊戯王カードをしました。遊戯王カード遊戯王カードあれ結構高いやつ、高いですよね、はい、カード集めようと思ったら最高でおいくらのやつとか買ったことあります。あーカードですか。カードで、いや僕カード1枚だったら全然5万円ぐらいとかしかないです、はい、1枚で、はい、僕あの東京の大会とか、はい、行ったことあるぐらいやってます。ガチ勢じゃないですか、はい、でそこまでのガチ勢やったんですか、はい、じゃあ関西とかの予選通り抜けて、はい、関東の方で決勝大会みたいな、はい、わすごいな。最後やめるときカード売ったら300万になりました。ええ嘘、はい、本当です本当です。すげえ、はい、そこはねなるんや。なりますね。ええー、だでも英語版、日本語版、英語版、韓国版とか全部集めてます、全部コンプリートして、はい、ガチ勢やすごいな。うんね、橋本金の使い方おかしいとか言われますよねカードゲーム金かかりそうやなって言われてますけど、かかりますよね。かかります。日本橋とかのお店行ったりするとすごい高額で売られてるじゃないですか。すごいっすあれ。あれマジック・ザ・ギャザリングとかがめちゃくちゃ高いんでしょ。高いかったっすね。 MTG あれはすごい高いっていう話聞いたことありますけどね。今はちょっとわからないんですけど、うん、昔はすごかったっすね。昔はすごかった。すごかった。本当にガチ勢の方が集める、ね、カードゲームで知られてますけどもね、はい、橋本君の趣味鬼嫁にいじめられることって言われてますけどね今の質問ゴリがお答えしましょう。いつも鬼嫁どんな時も鬼嫁って言うって言ってますって言われてますけど、ダメですダメですダメです、ね、橋本君手先は器用ですかって言われてますけど、手先器用な方ですか。いやまあ僕サッカーやってたんで、はい、足は器用ですね。あ、サッカーやってたんですか。え、はい、いつぐらいまで、高校ぐらいまでですか。いや、中高。あ、中高と。小中高です、ね。小中高、はい、じゃあもう部活にも入ってやってはったという形ですかね、はい、なるほど。あね、そのカードまだ持ってるので、さっき打ったって言ったらもう全部売っ払っちゃったかって感じですか。そうですね。あーカードに関してもう何も残ってないです。300万機構はすごいな、はい、すごいな。レアカードは高額やでって言われてますよね。そうですね。5万円とか使えるカードじゃなくないかって言われてますけどね。いや普通に使ってました、ね、あ使ってました、うん、
300万機構とか普通にあれやぞって言われてますけどね。お、やばいやばい。あ、そっちなんか予告また圧に来てますか。ちょっと戻ってますけどね。最強ゾーンって書いてますね。ああ最強ゾーン来た。ちょっと怖いですねこれ。それめちゃくちゃ熱いやつですわ。まあ僕あの妙谷のペレって言われてましたからね。妙谷のペレ。妙谷のペレ。妙谷、あ、それもうあれじゃないですか。ペレ橋本になっちゃうじゃないですか。そう、あ、すいません、ちょっと持っちゃいました、ね。妙谷のジーコぐらいです。うんうんね、足は器用、意味深やなって言われてますけど、ああなんかすごい発展してる、妙谷かよってね、ペレとか ED なんかとか言われてますけどね、ED の CM 出てたけどね、あお来ました。ちなみに話戻りますけど、はい、僕もガチ勢でカードゲームやってました、はい、あ、やってました。よかった。ちなみに僕 MTG やってましたけど、あーマジックスギャザリング、マジですか、はい、超レアホイル の、はい、コンプリートデッキ作って、はい、1本ぐらいかかりました。1本うーわすげえ。マジですか。っていうか乱入心的ありましたけど大丈夫ですか。もう、あ、当たった。あ、マジか。当たった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 、大店長来たって言われてますけどね。ちなみに1本はすごいな、ガチ勢じゃないですか本当に。まあ MT、僕も遊戯王やってましたよ。はい、そうなんですか。いや僕も究極グレートボスとかの、はい、めちゃめちゃ高いやつですね。オリジナルとか持ってましたもん。へぇ、僕も日本場所大会とかよう行ってましたもん。そうなんですか。意外な共通項橋本さんありましたね、大店長と。じゃあもう店長、店長にサイクロンスはもう、え、いや、サイクロンとかは出てるコーナーはもうやってない。東京の1回大会の時に、はい、あのエクゾリアが出たんですよ、サイクロン。あ、出ましたね。あん時にやってました。だ優勝、あん時もエクゾリアが持ってたんで強かったんでね。結構前ですね、じゃあ。初期勢です、初期勢。いやね、カードゲームの話になって参加したかったよな、ゴリって言われてますけどね、コメントでね。その通りです。仕事しながら、はい、このコメントを見てどうしても参加したくて、どうしても、どうしても打ちたくなった。そうですね、ちょっと仕事があるんでちょっと打ちはしないんですけど、はい、とりあえずどうしてもカードゲームの話に今ね、あー来たー、 ST 入った、いやー、あざーす、うん、何なのこのガチ勢たちって言われてますけどね。ちなみに、はい、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ、はい、橋本くんをさっきの器用器用じゃないって言った、はい、器用って言ってましたね。めっちゃ不器用っすよ。嘘つきなんでね。あ、器用じゃないんですか。部品交換するのとか、はい、めっちゃ時間かかりますからね。クソ不器用っすよ、クソ不器用。あ、クソ不器用、はい、言われてますよ、橋本さん。いや、はい、何も言えないですね。何も言えないです。で、奥さんのこともいつも海を見ない、海を見ない。それはほんまだ。ほんまに、あ、今の発言ちょっとやばい。それはやばい。バラされたらやばい。やばい。いつも事務所で本当に海を見ない。あ、あ、ゴリ店長、橋本君が言いたことあるってっていうコメント来てますよ。いやいやいや。何ですか。何ですか、橋本さん。言いたいことなんかあるんですか。いや、ちょっと、マジっすか。マジっすか。なんなんすか、マジっすかって、はい、いや、あとあと本当怖いんでやめてきます。大店長に赤の最強カードアースクエイク打ちてっていうコメントしますけどね、知ってらっしゃる方かな、これ。アースクエイク自信っすね。自信ですね、はい、はい、赤のね、カードなんですけど、はい、僕使ってた緑やったんで、あ、緑、はい、赤じゃないんですね。アースクエイクはそう、弱点でしたね。ゴリ店長来たこれって言われてますよね。最強ゾーンからハードリーチは激アツですって言われてますね。橋本が日頃の鬱憤言いたいってとかね、もうかなんか勝手にコメントも加速してますけどね。森君昨日ありがとうございます。森店長今日まだいないですからね。はい、じゃあちょっとだけ言わせていただこうかな。お言っちゃう店長。お、もうちょっと優しくしてください。めっちゃ優しい。怖い怖い。橋本君一つ言うけど、はいはい、明日からの業務気をつけや。お、上から来たぞ、上から来たぞ今。やばいやばい、本当怖いです。いやー、さっきもあれですもんね、告知の仕方についていろいろとレクチャーいただいてましたもんね。ゴリ店長の方にね。、うん、優しくしてください、かっこ押すみたいなコメントしてますよね。はい、
うん、後で事務所にとか言ってますよね、パワハラって良くないと思うんだリアルだねわらわらってねこれですよね大店長と橋本君の遊戯王対決が見たいっていうコメント来てますけどいいですねでも橋本さんもあれでしょもうカードもうないんでしょそうですねでも森店長はあるんですかもうないもうないでしょやっぱりねいやでもデッキを作る才能はもうすごいですよあデッキを作る才能はいやいやいや今ねだいぶカード神のカードとか出てますからねそうなんですよなんか黒色のカードとかあれもちょっと分かんないさ、はい、そこまですごい店長詳しいですねあいや今ねめっちゃ詳しいなほんまにいや僕ね31なんですけど、はい、未だに僕の友達はやってますいやでもいくらでもみんなそれはやりたがる男はしゃあないそれは当たった当たったたまにねお前もやれよって誘われるんで僕ねもうダメなんですよやってしまったらハマっちゃうんで、はいサンダーボルト禁止とかコメント来たんですけどそれは禁止やわサンダーボルトはもうずっと禁止ですよあもうあれは卑怯な感じになってるんですかあれ多分最初の 3,4 回ぐらいやったんじゃないですかね疲れたのあと全部禁止あもうそれ公式ルールで禁止になってるんですかはいへー相手のモンスターだけ全部破壊すからあれ今禁止1枚制限じゃないもう禁止ないやあれ禁止っすねブラック聖なるミラーフォースなんですけどこの辺も全部1枚制限かなわすごい専門用語が飛び交ってるぞミラーフォースはもう全然いける大丈夫っす今はいあなるほどね、はい、あ今のカード購入してデッキ組もうとか言われてますけどねサンダーボルト禁止スターターデッキ縛りでお願いしますとか言われますけどねごめんなさい、ちなみに今のサンダーボルトって、はい、遊戯王じゃなくてマジックの方のサンダーボルトだったもうガチ勢で詳しいやないかこの人らでもちなみにさそれは稲妻やったはずなんですけどねサンダーボルトじゃなくて稲妻ってカードやったはずなんですけど、ね、あ名前が変わってんのかなどうなんだろう、うん、聖なるバリアフォースとかね多分ねそのサンダーボルトっていうのはねライトニングボルトっていうおったんですよ赤で、うんパワーが6のタフネスが1とトランブルを持った、うんライトニングボルトっていうキャラクターがカードがあったんですそれと多分かぶってますねへー詳しすぎでしょ大店長詳しすぎるカードゲームさっぱりわからない遊戯王発信わらわらって言われてますけどねね顔混沌の黒魔術師とカオスエンペラー復活したぜって言われてますけどねますかはい、ハーピーの羽暴起もやんなって言われてますけどねハーピーの羽暴起復活したあれやばいやろあれやばいっすね、まあ、1枚制限で、うん、赤の サンダーボルトは赤の3ダメージカードやなって詳しい方いらっしゃいますね最近の遊戯王はサイコロ使ったりするらしいなって言われてますけどね、あれで城の内苦しいんだよねちょっとコメントで早く仕事終わらせてこいって怒られたんで、はい、ちょっと、はい、すいませんどう久しぶりのカードネタでテンション上がりすぎて、まあどうしても参加したかったんですよ、ね。あ、大丈夫です大丈夫ですよ。はい、いくらでも参加していただいて。やばい、やばい全然わからんとかね。専門的すぎるとか言われてますよね。あ、サンダーボルトね、4班のカードは赤一のカードって言われてますけどね。あ、そう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 。赤一は一マナで、はい、三点を攻撃できるカードだったんですよ。あ、サンダーボルト稲妻ちゃうかった。橋本さん、ガチじゃないですかあの人。何言ってるかわかんない。いやいやいや、あ、でもね、もうタイプ1しか使えないキーカードなんでね。めっちゃ、もうみんなそカード好きばっかり集まってきてるぞ、ここ。今日からオタク配信になりますね、これ。それでいきますか、オタク配信で。もうすでに散々野郎配信になってますけどね、今までもね。ないわ、うん、あ今の遊戯王は禁止制限が変わったから見てみて面白いよって言われてますけどね、店長事務仕事が残ってますってコメント言ってますけどね、強欲な壺、制限といえばマジカルエクスキュージョン、うん、確かにカードゲーム大好きだな分かったって言われてますけどね、はい、まあ、仕事残ってます安心してください、はい、押し付けますよもう副主任に押し付けますあ押し付ける形なんですかねはい、もともとマニアックな配信だったから問題ないなって言われてますけどね、懐かしい話題、稲妻は日本語表記でサンダーボルトは英語表記ですよっていうコメント来てますけどね。あ、そうやったんですかね。僕基本、あ、でも4班黒枠で稲妻ってあったんかな。いや僕ね、はい、古いカードを集める、まあ、ちょっとこれもお金をかけてる話なんですけど、はいはいはい、アルファベータで持ってたんで、っていうカードがアルファとベータっていうカードの種類があったんですよ、はいはいはい、マジック・ザ・ギャザリングが初めて出た時の、はい、がアルファっていうんですけど、はいはいはい、まあ、そのカードは基本カードが
角が丸いから使えないんですけど、はいはいはい、それでどのカードも1万円台ぐらいするんです。めっちゃレアなんですね。それはめっちゃレアですね。僕それのパワーナインのエメラルドっていうカード持ってたんですけど、はい、これは今ショップで買ったら、はい、うん十万円します。うん十万マジっすか。それ売りましたけど。へえ、それはあれですか、いい高い時期に売り抜けたんですか。それはあ、そうです、もうだいぶ前なんですけど、すごいな。コメントでもオタク話いいから仕事すごいとかやられた。まあ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 ね、そういう声も飛んできてますんで、まああのボイテージもまだね仕事残ってるってことです。また後でうちに来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。うん、開闢の使者も制限になって暴れまくってるって。とりあえずゴリ分からへんから仕事してこいって言われてますけどね。いはい、開闢3枚持ってますよ。まだまだ持ってる。まだ持ってます。開闢だけはまだ持ってます。うん、赤の破壊デッキはバーンデッキと思います。電柱の当たりは16ラウンドの170回転まで、6ラウンドの 50% で170回転のデンスタポがつきますんで、そういう形ですね。死者蘇生は禁止だよね橋本って言われてますけどね。ほんますか。はい、ゴリ店長生き生きしてるって言われてますけどね。はい、3人級呼んでよって言われてますけどね。聞きづらい質問もあるってこと分かれよ。言いますか、言いますけど、ワクワク店長とゴリ店長どっちが仕事しやすいですかって声で来てますけどね。てか保留レインボーや、保留レインボーや、来た、当たった。それはちょっと言えないです。それは言いづらいよね。今聞いてるもんね当然。あれ言いづらいってあれやけどさ、はい、デビルフルワンキンが今3枚いい時代になりましたよ。あ、これ戦国乙女のあれですね。ほんますか。7点ですねこれね。弟のカードが実家にあるはずだから探してみるって言われてますけどね。はい、16番の振り分けやってくれましたね、ありがとうございます。はい、これもう保留はレインボーになってますねこれ。ちなみに、はい、橋本副主任、これ多分ね、黒岩店長を見てると思うんで。え、黒岩店長を見てると。あの前店長ね。はい、うん、だから言っときますけど、はい、橋本君はいつも僕に、いや、白石店長怖いから嫌だったんですよっていつも言ってるんで。いや、ほんまなんか、いや店長、仕事をしながらぶっこみ言えるんですか、これ大丈夫ですか店長。店長困ってる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 。あ、どうされました。マジでやめてください。デルバラはいつ当たりますかって言われてますよね。今度うちに行くんじゃなくて遊戯王勝負をしてもらいたいっていうコメントも来てますけどね。ポケットの中にデッキ持ってきますんで。マジですか、恐ろしいな。ベルバラのクラシックにもう沸きましたって白石さんが嫌だったの方に10個ちゃんまだそんなこと一言も言ってないですもんね。言ってない、一言も言ってないもんねこれね。両方とも店長優しかったのってこといいね。いもう、はい、優しい。もうね、僕隣ですごい今橋本さんが困った顔してるからね、どうフォローしていいかわからへんよこれ。聞いちゃった笑えてて、橋本さん白石のどの辺が嫌なんですかとか言われますよね。いやいや、ちなみにあの西王子始まるからね放送ね。あ、さっき言ったけど、じゃあ皆さんぜひ報告しといてください。ぜひぜひ報告しといてください。あ、大店長からぶっ、大長、大店長からぶっ込み入っちゃった。ああ、まあ西淡路で黒岩店長が放送始めたら、いや橋本君が放送で黒岩店長の悪口いっぱい言ってたよ。本当にダメです。もちろんチクりますってこう言ってますよね。はい、やめてください。もうさ全部吐いちゃいなよ、楽になるよって言われてますけどね。はい、橋本先生顔が青くなってるねって言われてますけど、高橋さん今のところ当たってないのにね。そうですね。ちょっと、いやちょっとまずいですね。これはまずいとね。鬼嫁に鬼店長ともうかわいそうでかわいそうでってコメントきますけどね。赤の最強ドラゴン、芝ドラゴン召喚するぞって言われますけどね。あ、これダメですか。赤いったっぽい。さあどうかな。さあベルラのチャンスですかね。はい、安心してください、報告しますよってねご協力ですけどね。はい、ワクワクは陰湿やからなとか言って、おらん人間みんなボロクソ言うてんなおい。大丈夫か。うん、赤まで行ったかって、赤まで行きましたね。さあただタイトルが普通ですかね。いやまずいですね。うん、さあどうかな。うん、これは確定かなっていうふうに言われてますけど、まだ確定までいかないですよね。本当ですか。いや、ベルサイのバラの方だと思いますけど。さあどうかな。プッシュボタン来るのかな。あ、来ない。え、あー、ダメか。残念。こんな感じなんですね。うん、
橋本君当たらへんかったら最後に本音暴露の罰ゲームって言われますね。当たらなんだ残念。それはちょっと、あ、復活もなしですね。JP さん、はい、今の行きましょう。え、今の罰ゲーム行きましょう。ちょっと、あ、鬼嫁に行くか、それとも前店長に行くか、現店長に行くか、どこに行くか分からないですけどね、これね、はい。だってワクワクだからってね、橋本ガチでレギュラー出てほしい、めっちゃ面白いってコメントきますよ。ほんまっすか。いやーね、はし、ほら橋本くんいいキャラだわ、いじってて楽しいってコメントが。いやいや、いやそれはちょっと困りますね。はい、うん、ベルバラはケースダイヤ言うてもええでとか言われてますね。橋本くんうっぷん溜まってんねやろとかみんな煽ってますけどね、これね。罠カードで一番最強のカードは今まで使ってて何ですかというコメント来てますけど、橋本さん何ですか。いや僕の時はダークアームドドラゴンっていうのがあるんですけど、ダムドっていうのがあるんですけど、ちょっと分かりますかね。ダークなんかアームドドラゴン、ダークアームドドラゴン、はい、おっていうのが一番強い時期やったんですよ。なるほど、もう今は変わってる可能性もあるんですね、うん、いや多分弱いと思います。あ、弱い。あれカードってあれなんですか、その能力とかも含めていろいろ更新はされるんですか。そうですね、あ、やっぱりそのバランスとか考えて、はい、新しいやつが出てきたらそっちが弱くなっちゃったりとかっていうバランスもあるんですかね。暴露されてベルバラ外して散々ですねって言われてますよね。はい、DAD だろうって言われてますけどね、当たらなかったな。橋本先生は、軽減税率がパチにも適用されないかとどう思いますかって言われて、だったらゴリが負けたら、池澤エリアマネージャーの嫌いなところを言わないとダメだよって言われてますけどね。いやなんかぶっこみきてるぞ。いやー僕別に池澤マネージャー嫌いちゃいましたから、ね、嫌いあ、これはちょっとあれですね、今スッと質問すかした感じになりましたね、これね。いじりがいのある橋本先生って言われてますけどね、はい、うん、そしたら店長の悪口は言いづらいと思うから嫁の悪口言ってとかね、たくさんあるやろとか言われてますけどね。あ、もうそれは僕は代わりに言ってあげますよ。何ですか。途中で乱入してきたぞ。普段聞いてる悪口いっぱい言いますよ僕。あ、普段はあれ店長には愚痴こぼしてる感じなんですか。そうですね、いつも奥さんの悪口言ってますからね。あ、そうなんですね。あ、まあ店長すいません、はい、はい、あんなもんじゃ、あんなもんじゃないっすよ。あんなもんじゃない。あ、普段言ってる以上のものが来る。本当はもっとあります。橋本くんみんなが通る道やでって言われてますけどね。橋本副主任、はい、この動画できたら焼いて家に送ってもらう。いや、ほんまにやめてください。ほんまにやめてください。あ、 YouTube であれですか、CD か何かに動画焼いて送ったらいいですかね。あ、そうですね、JP さんちょっとお願いします。わかりました。カラー DVD うちに何もでもありますんでね。はい、はい、僕一応職権的に橋本くんの個人情報を調べれるんで。いや、あ、なるほどなるほど、はい、そういうことですね。送ろうかな、はい、店長リーチ外すために何か暴露してとか言われてますけどね。え、それ暴露っていうのは何でもいいんですか。え、暴露っていうのは自分のことじゃなくてもいいんかなと。もう橋本くんのことやったらいくらでもいくらでもいい。ほんますか。あ、動揺して。ここには鬼しかおらんのかって言われてますけどもね。この放送タイムシフト残るんやろって。タイムシフトは残りますけどね、 YouTube の場合は延々残りますからね、これはね。ほんますか。はい、うん、これ嫁に見られたら橋本ボコボコやろなって感じます。やばいっす。またシャメ取りに来たぞ大店長。大店長ノリノリやな言われてますけどね。はい、マジックザギャザリングはルールはしょっちゅう変わるよってねコメントも来てますけどね。あの変わりますね。スタンダードで新しいカードが出ると問い合わせたルールができるんで。なるほど。だからみんな新しい方に行かはるっていうのもあるんでしょうね。そうですね。はい、いいよって言われてますけどね。橋本くんこれ番にせえへんかったら永遠に残るでって言われてますけどもね。橋本先生をいじる放送、まさかここまでいじられると思ってなかったでしょ。橋本さん思ってなかったですね。いやいやいや、本当にね、いや本当にいじりがいのあるとね。あ、めっちゃまた写真、また写メに対してポーズを取る橋本先生、非行なシュラドとか言われてますけどね。確かにシュラドやなこれは。はい、橋本が出てたらゴリもノリノリやなって言われてますけど、ほんま今仕事しながらでもノリノリで、まだシャメ取りに行けますからねこの人。うん、ド S ですね、ド S、 ド S ね。橋本くんもう諦めないとか言われてますけどね。でもクラシックなルールが好きな人もいますよ、マジック・ザ・ギャザリングということで。あ、まあ、あのルールはルールでそれぞれ残ってるんでしょうけどもね。はい、そうですね、僕がやってた時はもうそのタイプ2的なやつやってたんで。あ、もう新しくなったやつってことですか。いや、古いやつ、ね、あ、古いやつ、禁止カードを1枚ずつ使えるやつでタイプ1っていうのがあるんですけど、はい、もうそういう程度のやつやってます。お金かかるんであんまりできないですけど。なるほどね。
さあベルバラの方は今のところはまだ当たりなしですかね。そうですね。これモードとか変えれるんですか。変えたりはできないんですかね、途中とかで。キコーナーじゃなくて鬼コーナーやねと言われてますね、はい、いやいや、鬼コーナーっていうのはちゃうかなと思って、ね、あ、それはちょっと違うからなんですかね、はい、まあ、怖いのはやっぱり上の人たちが怖いですけど、ほらほら、まあそうですね、もう池澤マネージャーとかすごい怖いですよね。もうエリアが違うからってぶっ込みまくるのやめてくださいよ、本当に。ワコです。乙女フェスは ST 状態ですかということで、はい、今 ST 状態入ってます。橋本当たらなかったらゴリが白石店長が嫁の文句だったのかって言われてますよね。じゃあ嫁の文句でお願いします。うん、6番から7番の間だったらやってたってことでね、はい、でも今こうやって僕怖店長のこと怖いですみたいなアピールしてきますけど、はいはいはい、あれですよ、いつも事務所とかやったら僕に結構タメ口で喋ってるとか、いやいやいや、今日もね嘘の方が余裕でしますから、ね、マジですか。いや結構あれですね、舞台裏の顔も橋本さん、これゴリ店長からさらけ出されてますね、これね。そうそう、やっとけっていう仕事をやってなかったくせに、はい、それを違う子に押し付けて帰ったくせに、それを僕がまるでやりましたみたいな。店長、やめときましょう。ほんで、いや僕それを知ってたから、知らんふりして、知らんふりして、お仕事くし、お願いする仕事やってくれたって聞いたら、はいはいはい、何がですかって、前言ってた仕事は、はいはい、あ、終わらしましたよ、ちゃんと。で、いや、ほんまにって聞いたら、はい、ほんまですみたいな。はい、嘘ついたって言って、ね、いや、冗談じゃないですけど。ガチで最低やなって声出てますけどね。何、副主任ってこんなんばっかなんかって言われてますけど。いや今日そうですね、終わってるはずやったんですけどね、うん、いや橋本さん大丈夫、他の店舗さんでもいろいろゲスいことばらされてる方いらっしゃいますから、はい、安心してください。橋本君黒いんやねとか言われてますよね。いや、橋本君文句は当たったら聞くからって言われてますけどもね。今日刺激の出番なさそうから休みでいいんじゃないとかボロクソ言われてますけどもね。橋本君、いやすごいな今日は。いろいろ近くにね聞かれてるとバックだってね、さっきね僕最初仕事してますからって言ったんですよ、店長、大店長。そしたらいきなりねパッて来て、喋るマイクありますかみたいなジェスチャーされまして、マイクをつけてまた仕事行かれましたからね、今度ね、はい、向こうでそうですねって言ってるけどね。そうですね。オープンゲストむっつりですとか言われますけどね、うん、ハードちゃん早く来ないからさらに楽しくなるのにって言われてますよね。タコタコに次ぐハシハシハシになるかなって、片や ST 片や当たりなしって言われてますけれどもね、はい、いやいやいや、でもね橋本さん、もうぼちぼちもう1時間経ちますから、いやちょっとまずいですね。当てたいですね。当てたいところですね。当てたいですね。うん、橋本君とハードちゃんは絡みあるんですかって言われてますけど、森店長は知ってますか。はい、あります。あ、絡みある。はい、何度か3個ぐらいあります。あ、そうなんですか。はい、そういったら森店長のことも悪く言ってたよな。いやいや、言ってないですよ。それ言ってたよな。いや、言ってないですよ。あの人適当っすわ、みたいな。いや、言ってないです、言ってない。いや、言ってない。そんな感じやったんや。いや、ちょっと前ハイエナされたんで、ちょっと。あー、そうか、ガロの時にね。はい、ハイエナされましたね。されましたね。ハードちゃんにも悪口言ってたの。いや、言ってます。言ってないですよ、言ってない。言ってます。言ってないっすって。あー怖い怖いっす。あー終わってもた、終わりましたね ST。 はい、終わっちゃいました。あー残念ですね。3連ですね。16ラウンド1回です。単発抜けですか。いや、あれですね、8ラウンドと一番最初の ST の分が当たって、あと16ラウンド1回ですね。はい、あと1回の当たりは単発で抜けました。はい、橋本君は稲屋川南のコマコマは知ってますか。同じぐらい下水ですよって言われてますけどね。いやすいません、ちょっと、まあ、やっぱり、まあ、店舗さん違うとね、はいはい、ハイエナされてイラッときたんですねって言われてますけどね。いや、イラッときましたね。しかもあの時 ST 入れたんでしたっけ。イラッとは来てないですね。ST 入ってましたね。入ってましたよね、あの時 ね、確かね、はい、入ってましたね。やめて、橋本先生のライフはゼロよって言われてますけどね。はい、
うん、奥さんの悪口はニコの場で事故ったら、あ、愚痴ったらあかんねん、これ YouTube に残るからね。いや本当に本当にあかんあーでも YouTube 残らなくても、うん、僕が DVD 焼いて、ちゃんと送っとくんで大丈夫です。あ、危ない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 、ねね、それゴリ店長のハードちゃんの悪口じゃねえのって言われてますけど、ね、あ、まああんな間違いじゃないですよねここで否定してないのがさすがゴリ店長ですけどね、はい、はい、だって今いないですからねいないですからね、まあ、いないけど見てるかもしれませんけどね、はい、あ、それはちょっと危険ですね当たらないと橋本君マナクラッシュ発動させるぞって言われてますけど、ね、いやこれちょっと本当やばいですね、はい、いやいや、でもコメントで聞こうだってゲスの人多いって言われてるんですけど、はい、いや生田が店でゲスいのはもう橋本君だけだ、いや、いや、はい、僕以外ゲスい、あ、あ、そうなの、いやいや、いや嘘、あ、今、まあ、ちょっと目見た、目見た、めっちゃマジだったね、今めっちゃマジだったね、笑ってなかった , 笑ってなかった、うん、安心してください、焼いてますよって言われてますけどもね、はい、ゴリ橋本がつぶやいてる嫁の悪口一口言ってみてとか言われてますけどね、ね、まあ、いや本当にやめてくださいそのね、さっき言ってた電動自転車の話も、はいはいはい、もうほんま無駄遣い多いっすわみたいな、あー、そういうのも愚痴ってはったんですね、そうですね、まあいつももう、いや、ありましたいつも早場上がりにちょっと話しかけると、はい、いや、もう嫁がこの時間イライラしてるんで帰れないいや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 、それほんまに赤いやつだそれほんまに赤いそれは赤いやつ、嫁、奥様あれですか、早く帰ってこないとイライラするタイプなんですか、いやしてますね、あー、そうなんですね、はい、うん、これはあれだな、全員が下水って言われてますけどね、はい、うん、あ、怖いな、あ、言うてもうたってね、コメントいきますけどもね、はい、でもなんやかんや一番下水のあれですけどね、やっぱり奈良店の2人ぐらい、ああ、やっぱりあの2人はね、もう話題が下水ですからね、いろいろとね、はい、これはもうみんなあかんやつやって言われてますけどもね、間違いないな、これ生田が困った店舗やなとか言われてますけどいい店舗ですよ生田川、皆さん来てくださいよ、はいはい、お待ちしてますね、本当にね橋本先生もお待ちしておりますんでね、お待ちします、はい、 YouTube いただきましたって言われてます、ね、いやいやいや、はい、久々におもろい放送を見たって、ありがとうございます、おもろいと言っていただければ何よりでございますけどもね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、大店長、ジージネタはありますかって言われてますけど、ジージネタって何ですか、ジージって、ジージはあれですよ、麻酔店長ですよ、あージージ店長、麻酔店長っすか、はい、いやまたその辺は多分 ね森店長が来たらやってくれるんじゃないかなと思いますけど ね、 そうですね、ちょっとね、麻酔店長はちょっとだいぶ先輩すぎて、はい、ありますけど、あ、奈良店はゲスの殿堂入りとか言われてますけどね、はい、確かにゲスクっていいお店ですねって言われてます、ゲスクではいらんね、いいお店やからね本当に、橋本先生かわいそうだから無理やり話題を変えようってね、皆さんはアプリゲームやってますかってコメント来てますけど、何かアプリゲーム橋本さんやられてます、あ、アプリゲームですか、あの、いわゆるスマホのソシャゲですね、あ、はい、あ、僕やってましたよ、お、大店長はやってる、僕、まあ、またここで言っちゃいますけど、はい、モンストってあるじゃないですかモンスターストライクね、マジですか、はい、はい、めっちゃやってまして、今もやってます、いや、やってて、はい、データ当然、あの携帯落としちゃって、あー、データが飛ぶやつか、はいはいはい、飛ばしちゃったんで、もう今はやってないんですけど、はい、運極いっぱい作って遊んでたんですよ、はい、もうガチャも振りまくって、はい、1回一つの請求が10万きました、はい、マジっすかマジマジ、ちょっとその時はどうしようかなって思いました、ね、スマホのあれですか、請求額うせやん、マジっすか、はい、10万、うわ、請求ガチャを、みんなで友達と飲みに行った勢いで、はい、ガチャをおら30連でしたっけ、50連からなんかガチャやとかでやりまくってたら、はい、いつなんかもう寄ってたんですもんね、はい、歯止めが効かずやりまくって途中寄った状態で永遠ガチャ引きまくったんですか、あ、そうそう、すごいな、モンストで5000枚ってわらわらって言われてますよね、すごいっすね、モンストは課金したら負けやでって聞いたって言われてますけどね、まあ、ちなみに、はい、その時に、はい、今もキャラクターだいぶ変わってると思うんですけどあれですよ、名前が飛んだ星5のキャラクターで、はい、僕ガチャの星の5のキャラクターで、はいはい、80まで来ましたよ、
もう極めまくったんですね、うん、これ。いやもうやばかったですね。あ、モンスト今初期2000万の大会やってるでって言われてます。え、マジっすか。すごいな、初期2000万総額かな、これどうなんやろ。僕はあのつむつむしてました。あ、つむつむ、はい、ありましたね、つむつむ。それでつむつむ自慢始まりますよ、はい、お、俺はつむつむの神やっていう、はい、マジっすか。そうなんですよ。あの手のパズル絵結構得意というか、僕好きなんですか。やばいっすよ。やばい、僕は本当にもうつむつむやってる時の指使いは加藤高張りやって言ってたんですよ、はい、言ってないっす盛りすぎっすね。いやえ、つむつむガチ勢ってやつですか、俗に言うところ。いや僕マレフィセントとピグレットやったらすごいっすよ。へー、はい、自信あり。はい、もうあれだ、手つきが違う、店長から見てると、やってるところ手つきが。いやもう、ね、そう、なんかね、やってるとこ見たことない。もう結構ね、はい、口に達者なホラ吹きなんで。いや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 結構ね、なんて言ったんですか、いろんな作業をやってる手先を見ると、はい、いや多分そんなうまくないですね。いやあんまりいや店長、店長もうなんかこうやってもう指をもう加藤高張りに動かしていろいろ言ってきますけど、はい、まあ嘘でしょ。いやじゃあちょっとやばいやばい詐欺とかコメント来てますけど、あの記録だけ言いますね、はあ、1500万なんですよ。あれこれすごいんですよ。あ、すごいんすか。すごいんすよこれ1500万、はい、ちょっとコメント来ないですかね。どうなんでしょう、つむ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 自慢されてる方、はい、全国のつむらならわかると思うんですけど、ね、つむらつむらなら、ね、つむらっていうとバスクリーン作ってる会社じゃないですよね。大丈夫ですよね。あ、そっちじゃないです。そっちじゃない、そっちじゃない。どっち、はい、橋本先生が下水のがなんとなく分かってきたってコメントしますよね。いやいやつむつむですらもゲスくなるって言われてますけどね。はい、ああ、そしゃげもゲスくなっちゃうなとか言われてますけどね。うん、ね、まあ、あのつむつむそういったらね、今コメントで来ちゃうんですけど、はい、タコ店長もやってるんです。タコ焼き店長、タコ焼き店長やってはるんですかね。はい、はい、結構やってますね、あの、結局みんなゲスやからとかでね、はい、ゲスでまとめられてますけどもね。はい、ああ、そしゃげもゲスくなっちゃうって言われてますけどね。いやー、白猫プロジェクトとかやってませんかっていうコメント来ますけど、あの手のいわゆる カードというか、何ゲーって言ったらいいんですかね。あれ何なんですか、僕ちょっとわからないんですね。白猫プロジェクトってよく多分、CM やってません。 CM もやってますし、あのライターの平山さんもやってますね。あ、そうなんですか。はい、ようつぶやいてますよ。あ、ツイッターの方で白猫の情報。あ、そうなんですね。うどん食いすぎたっていうコメントもしてますね。なんかえらく動きないですね、ベルサイユのバラ。あのベルサイユのバラがあの会話が面白すぎてかすんで見えるっていうコメント来ますからね。はい、まあ、ちょっと会話でごまかします。うんね、あんまり下水放送してて夢の国流しに会うぞとか言われてますけどね。いやちょっと怖いですね、うん、タコさんは彼女をつむつむしてるんでしょって言われてますけどね。いや、僕はもう最近はもうあれですか、あのアイドルマスターシンデレラガールズの方なんでね、やってるのがあんまり課金とか全然してないですけど、はい、ムック店長がパズドラやってたの懐かしいってことで、以前あの前大東店の店長のあの向山店長の方があの放送の方で ID 見せてフレンドどうぞとかでやってましたからね、懐かしいですけどね。はい、ああ、大丈夫ですか、あっちょなすオッケーです。あ、大丈夫ですか。ああ、橋本くじ変わるか。あ、はい、変わりますか。はい、というわけで、ここまでですね。じゃあここで、あの上がりの時間なんで、すいません。あ、そうか、お仕事上がりの時間ということで、当たんなかったっす。お疲れ様でございました。あれなんかもう一人変な人が来た。あれそれもう一人の変な人が来た。、はい、あ、じゃあ橋本さんお疲れ様でした、はい、皆さん橋本くじにね、また店舗の方で見かけたら声かけてあげてください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ねえ、橋本奥さん見かけたら報告してあげてくださいね。はい、はい、ぜひね、あのいろいろと、嫁さんの文句を聞いていただければと思いますんでね。よろしくお願いします。はい、だってガールフレンド過去音符やらんの今ならうまいでってことでね。はい、じゃあ今から打ち手交代という形でね、はい、お疲れ様でしたってねコメント打ちますんで、ありがとうございます。
うん、まあまた橋本くん出てもらう可能性もあるんで、ありますんでね、はい、はい、今日すごいコメントでも好評いただきましたんで、ぜひあの次回来る時の、あ、こっちですね、ごめんなさい、まあその時まではその奥さんネタ準備しておいてもらいますんで、はい、奥様ネタをね、はい、僕もちょっと奥さんネタ聞いとくんで。あね、うん、橋本君いなくなったら思う存分ぶっ込みできるね、ゴリ店長って言われてますけどね。そうですね、言いたい方ではいいですね。はい、橋本君お疲れ様でしたということでね、たくさんコメントいただいてありがとうございます。バコです、今仕事終わってきましたということでありがとうございます。はい、うん、白猫はアクションゲームで面白いよ、モンストほど課金せずとも楽しいよって方いらっしゃいますけどもね。あ、白猫アクション RPG 的なやつかな、言うと、はい、新コーナー過去今日の鬼嫁っていうコメント出ますけどね。新コーナーを勝手に立ち上げられましたけどね、これね。じゃあ、はい、たまにじゃあ新コーナー鬼嫁と報告を僕のツイッターで通してやっていきましょうか。ツイッター通してやりますか、はい、橋本くんのつぶやきみたいな。あ、なるほど、そのゴリ店長ツイッターを通して橋本くん情報をさらにこう、そうですね、持ってくる形という形ですかね。ゴリ店長のつぼ焼きっていう僕のツイッターの、はいはいはい、名前なんで、はい、それの番外編ということで、はい、橋本くんのつぼ焼きみたいな。やっちゃいましょうかね。あ、しまった、鬼嫁でスロットの話聞くの忘れたってコメント来てますけどね。はい、まあ、スロットでしたら来週月曜日から秘宝で、あ、そうですね、入りますからね、はい、ぜひぜひやっていただきたいなと、ご意見していただきたいなと、はい、まあ、どうぞどうぞ、はい、というわけでゴリがゴリが熱い恋をするなら。もうちょっともうちょっと右肩の上ですか。そのラミネート毎回毎回どっから持ってくるんや、ほんまに。しかもね、この写真ね、僕何の写真か分かってるんですよ。あ、何の写真ですかこれ。これね、はい、いわゆる前で報告した、はい、あの奈良店で、はい、僕の送別会で僕がもう男性の社員とチューしたって言って、あ、ありました、言ってはりましたね、はいはい、あの時にチューしておえっておえつを歌ってる時の写真。いやー、あのね、ハズレですよ。あ、ハズレ、これはね、はい、あれです、高井田店に応援に行った時に、はい、親分を遠目で撮ろうとした時に手前に写ってた大臣。はい、しかも写メ撮って、え、本来は、はい、あの親分、うん、親分マネージャーを撮ろうとしたら、うん、この奥に僕パチンコのところで座ってるから。もう盗撮ばっかしですからね。いやいやいや、盗撮しすぎやろそれ、ほんまに、はい、あれ、キコーナーのオスカルが、あれ、革命って出てます、ベルバラを打てないと。ベルバラ、あ、キコーナーオスカルやったんですか、これキコーナーのオスカルと呼ばれて、ね、それほぼ盗撮やないかって言われてますけどね。はい、半命わらわら、ハードちゃん来た、うざとかね、キャッシュ劇って言われてますけどね。そう、うざいとか言われてる。そこ森かげつさんおばんですって言われてますけどね。ゴリ店長声変わりって言われてますけどね、はい、ハードちゃんこんばんはってことで、ね、あ、こんばんは、はい、それ自販機の下に仕込んどこうぜって言われてますけど、そうですね、お菓子の寄付のとこに混ぜとこうかな。えらい怖いやん、はい、クレーム来るんでやめました、はい、児童館の子供がびっくりする。間違いないよね。はい、ほぼ盗撮じゃないか。森影さん、伏せの女装について一言お願いしますって言われて、やったんですか。やりましたよ、女装。そうなんですか。あのハード、ハード、あのあれですよ、 JP さん の、あのガチのティーバックバニーやったんですか。やってない、やってない、そんなんやってないから。森影さん、僕ストーカーレベルやなって言われたんですよね。ハードちゃん、橋本がスロの当たり奪われて恨んでるらしいよって言われた。あれガロですね、ガロの時のあの当たりを、あの橋本副主任が打ってて、その後打ったじゃないですか。はい、そうですね、奪われて、あれ以来橋本くんに会うたびにちょっとあれですね、はい、目の奥になんか闇を抱えてるイメージがある。そうですね、結構橋本くんは多分あれは根に持ってる、根に持つタイプですね。ああ、恨みに持つタイプですかね。はい、そうですね、はい、橋本くんは、はい、結構根に持つタイプです。根に持つタイプ。はい、あ、今どっかの店長来ましたね。西淡路で、はい、西淡路は結構お年を召された僕の好みの女性がいっぱいいます。はい、妙齢の女性ですかね、はい、それはね、はいはい、嫁は若いんですけど、はい、僕実は熟女好きです。もういろんなもんぶっ込んでいくけどね。また白石店長って熟女好きなんですか。いや多分ね、 JP さんとは真逆のタイプやとは思いますね。多分僕とは真逆やと思いますけどね。僕が単にイメージを植え付けようとしてるだけですね。
そういうイメージを植え付けていく。そうですね、さすが遠くからでもダメージを与えていくのが男ハードちゃんですよ、ね、お押してお、どうかな、あ青色に保留が変わりましたね。先読みは来てるのかな、一応は。そうですね、ハードちゃんさっきめちゃめちゃ楽しかったってことでね、さっき橋本副主任来ていろいろといじられてましたからね。あ、はい、いじり橋本がいじられてたわけですねコメントでもそして大店長からも横からはいじられてって感じですね、はいはい、僕来る直前に一瞬だけ見たんですけど、はい、コメントで森さん昨日ありがとうございましたっていう意味がわからんかったですね。そうそうそうあのコメントポッてきたら僕もわけわからなかったですよ、ね、はい、そうですね、はい、僕昨日そんな美味しい思いした記憶はないんですけど、ハードちゃん本当に今年いっぱいなんですがって言われてますけどね。一応ね、すみません、はい、残念ながらそういう予定ですので、そういう作品になっておりますんでね、はい、この前夢にギニュー隊長とドリアンが出てきて2人にセクハラされましたってどういうことやねこれはギニュー隊長とドリアンですか、ドドリアですね、はい、ドドリアが出てきて2人にセクハラされました。横にもドドリアさんはいますよ、2人2人って装飾しとるやないドドリアさん、ドドリアさん、あ、ザーボンさんがいませんねほんまに人のことボロクソ言うとんなほんまに、ハードヤギオさん今回のタイムライン情報よろしくお願いします、はい、なんかありました、ヤギオさん更新されてました、タイムラインはないんですけど今日ちょっとある他の業者の方と話してて、ヤギオさんの話をしてたら、はい、いやヤギオさんはもうあれっすよ言って単なる酒好きの糖尿のおっさんっすよって言って俺が勧めてましたよえ、その方ってもしかしてその後どこでも来ますか、ね、あ、来ましたねなるほど、ね、いやでもね、その業者の人は、はい、僕にも失礼なこと言って帰ったんですよ、はい、なんかね、はい、森店長は村井店長とにホットケーキとかちょっとおしゃれ感足しただけっすよみたいな神話一緒っすわみたいなこと言われましたただそれってでもあながち間違いじゃない誰があれや誰が村井や糖尿のおっさんもわらわらって言われてますけどね、はい、ね、トークも面白いんだけどぼちぼち当ててやって言われてますけどもね、はい、当たってないですか一切いや私の音フェスティバルは2回当たって片っぽ単発で片っぽ3年ですね、はい、ああなるほど、刺激かわいそうって言われてますけどね、間違いではないなとか言われてますよ、ハードちゃん今までの配信の一番の思い出なんですかって言われてます。思い出ですか、まあやっぱりあれですかね、スロットナイトが黒歴史なぐらいですかねもうやめてよか、はい、毎度黒歴史黒歴史って言ってるじゃないですか、はい、ね、ハード店長のハードは最近ソフトになってませんかっていうコメント。いや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 僕なんかあれですよ、ハイチュウぐらいハードですよ。ハイチュウってハードか、一応ハードキャンディーではあるけどさ、はい、明日早いのにそろそろ皆さん頑張ってくださいってことね。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。村井店長とハードちゃん兄弟って言われたら信じるとか言われてますけど、いやいや信じんといて強く否定できないとかね、向こうの方が年下やけど僕は兄貴感覚ですからね、向こうの方がうんね、これ遠回しに監督ディスってるよねと言われてますけどもね、監督ともう一人あれなんですよ、一、はい、人言われてたんですけど、はいはいはい、その子はその店長はちょっとニコ生出てないんで、あちょっと名前を出さなかったんですけど、出さなかったということですかね、まあ、その二人と僕は神話一緒らしいです。神話一緒、あ、はい、精神的な部分も似てるっていうことなんですかね。まあそういうなんでしょうね、うん、まあゲス感は一緒やって言われましたその人ボロクソに言われてかわいそうと思いますけどね、はい、ねえハードちゃん来年以降も生田川出てねとか言われますけどもね、最初二人の区別つかなかったもんっていうコメントも来てますよいやいやいや、ハード店長と村井店長、森店長と僕が区別つかなかった、いやいやいや、村井店長と多分ハード店長だと思いますよ、ね、流れから言うとそんなことねえだろいやーあながって間違いじゃないそんなことねえだろいやいやいや、あながち間違いではないと言われますけどね、てかベルバラ今のところ当たりないですけど、なんとかミドルですんでね、一応ポイント的には倍にしてますんで、ほんまやこれミドルの方なんですね、はい、はい、ベルバラの方はミドルです、いわゆる核変機ですね、はい、そうですね、核変の 60% でしたっけ、突入率としては 60% ぐらいありましたね、 66% 核変突入率が 66% で、はい、継続率もいやー 63% ですね、 63% という形ですかね、はい、今回ミドルに関しては、核変機、でもう一つの、ミドルタイプ、ミドル、あ、ライトミドルタイプの方が ST 機という形で ね、 そうですね、はい、デルサイの方が分かれておりますので、ね、
今度ハードちゃんと監督一緒に幽体離脱やってくれって言われてますけどね。いやー、ザ・タッチかなんか。僕ただあれですよ、監督の下に寝るのは嫌っすよあ、潰されるのは嫌ということで、ね、よろしいですかね。上もちょっと嫌ですけどね、はい、ちょっと新聞紙ぐらい聞いといてくれた方がなるほど、はい、お互いにくっつかないようにしてね。そうですね、うん、そっか、ハードちゃんが見えなくなったら監督を見てハードちゃん不足を解消しますって言われてますけどね。監督出てるんすか。いや、選手お休みっていう形でしたけどね。あ、そうなんですか、はい、刺激憤慨って言われてますけどね。森影さん、リンゴ姉さんがジャージでアンコ踊りやったことについて一言お願いしますって言われてます。リンゴさん、リンゴさん踊ったの本当にそう、ほんまに踊ったんですよ、終わってから。はい、山盛りポテトフライ頼むよ僕ガストで山盛りポテト頼むからねリンゴさん、なんで山盛りポテトの話になったんですか。いや、なんか山盛りポテトフライよく頼むっていう情報をマイマイが仕入れたんで言ったかなと思って。そうなんですか、はい、山盛りポテト、まあそうですね、ガストとか、あとは何でしたっけ、もう一つ、弥生軒とか行っても大盛りポテト頼んでるときは。弥生軒でポテト頼むんすかガチのポテト好きじゃないですか忘年会から終電逃したから歩いて帰宅しました。和骨って。ああ、和骨です。あんこ祭りめっちゃシュールで爆笑やったぞハードちゃんって言われてますけど、ね、面白かったんですね一応いや、なんかこう好評いただきましたけどね。本当ですか。一応あの罰ゲーム公約通りやりましたっていうことでね。なるほど。うん、確かに海はポテト大好きだよなっ て言われてますけどね。さあ、ベルバラリーチかかりましたけど、赤っぽい煽り来てますけどね。どうかな、どうですかね。お、結構リーチとかも以前あのライトミドルの ST の方は放送でやったんですけど、結構シンプルですよね、作りとしてはね。そうですね、わ、はい、かりやすい。そう、当たる時はすごいわかりやすいというイメージはありますけどもね、はい。ちなみにあの乙女フェスティバルの方は、もうすでにポイントが当たり、大当たりポイントが 2.5 入っておりますので、ね、2.5 で、はい、ただベルバラ当たったらその2倍という形になってますね。一発逆転も可能ですからね。まあ、ただ我がエンデック軍の勝利が近いということですが出た、都合のいい時にエンデック軍になる男来ましたね、ハード店長。そうですね、はい、あのアンコ踊りはぜひもう一度見たいですって言われてますけどね。ハードちゃんはフレンチフライに何をつけるのが好きですかっていう風に言われてますけど。あー、でもやっぱファミレスのあれですよね、まあ、ケチャップマヨネーズとか、もっとバーベキューソース的な美味しいですよね。ありますよね。あとはカラオケボックスとか行くとね、結構一緒にケチャップついてきたりもしますけど。そうですね。ただ僕マクドはあれですね、はい、ナゲットはマスタード派なんで、はい、あのマスタードのソースにつけて食べる派です、ね、食べますね。わかります、すっごいよくわかる。ちなみに大店長はポテトとかってポテト派ですか、サイドメニューポテトに行くかナゲットに行くかどっち派ですかね。あ、マクドですか。はい、いや僕はナゲット派ですね。あ、ナゲット派。はい、ポテトよりかはナゲット頼む派ですかね。ナゲットも頼む。なるほど。あ、ポテトも好きですけどね、やっぱり美味しいんで。そう、たまに食べたくなりますけどもね。はい、はい、いや、あのポテト塩いっぱいかけてもらわないと嫌ですね。あ、塩、あ、それ言ったりします、塩たくさんでみたいな。あ、言います。あ、やっぱり言う人もいらっしゃいますもんね、はい、あれね、塩多めっていうのは絶対いますねなるほどなるほど。アミママナさん、今週の直視を1週間はありますかって言われますね。アミママナだよ、今週はね、特になんもないのなんもないや。そうね、今週特になんもなかった。そうですね、はい、とりあえず一人役所が転勤して、はい、その日の夜にラーメン食べに行ったら、はい、また胃がもたれたの。え、また胃がもたれたの。胃がもたれた相変わらず胃の調子悪そうですね、店長。そうですね、いや最近調子良かったんですけど、はい、久々に胃もたれしました。なるほど、ラーメンに一気にもたれちゃったってやつですね。そうですね、まあ、寝る前に食うと結構きつい時がありますからね、はい。森影さん、タイムシフトで最後の方見てもらったらあのアンコードに見れますよってコメントきますけどね。いや僕タイムシフトできないんですよね。あ、そうか、プレミアム会員じゃないとあれ見れないですからね。そうなんですよ、梅影じゃなくて梅ポテトの名前変更したらええのに。梅ポテトなんかありそうなフレーバーっすねポテトのソースとかでありそうですけどね。刺激、最近のランちゃんはダイエット成功してますかって言われてます。いや見てないんですよね、ちょっと最近ちょっと帰れてないんで。あ、お家の方帰れてないんで。絶対痩せてないでしょう確かね、親御さんなんか上げてたという話、あの、はい、人間と一緒も上げてるから太んねんって言ってはりましたもんね。そうなんですよ、だから夕方この前その実家帰った時に、はい、なんか番組で
あの立冬あるじゃないですか。立冬、はい、はい、トレーニングセンターのなんかそれを、あーはい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 、はい、増田岡田の増田がなんか見学みたいなのしてたんですよ、はい、その時のあのプールの調教を見とって、うん、いやうちの犬もやっぱあれさせなあかんなってずっと思ってました犬のプール調教、はい、なかなかない気しますけどもね。そうですね、あのプール調教競走馬はねよくやったりしてますからね、はい、はい、関東で6500枚ネタを振ったら、3万発を一晩で消したって帰ってきてビビったってコメントきますよね。あ、こっちは6500枚に対して向こうは3万発か。あ、なるほど、なかなか夜の店で 1日か一晩で使ったっていう話ですね、これはね。一晩で使ったですか。はい、なかなか豪気な方いらっしゃいますけどもね、これね。いや、でもさっき言ってたその村井さんと総平京那須天井は、はい、1日でだいたい15万キコぐらい使ってますけど上には上がいる、はい、上には上がいる、ドゲスですからね。まあドゲスいいね、さすがですね。まあもう誰かと言ってしまうと、はい、昔尼崎の放送に出てた何の名前入れたか分かんないんですけど本名は真鍋という店長ですもうもうどうしようかな、カットできるかなこれ、大丈夫かないや無理でしょうマクドはソースちょうだいって言うとポテトでマスターソース、マスタードコースソース食えますよってね、コメントしますよね。15万機構いるんかって言われてますけどもね、その店長見てみたいとか言われてますけどね、はい、朝から夕方まで、まあ、パチンコして、まあ、半分ぐらい、はい、その半分ぐらい負けて、はいはいはい、でその後あれですね何て言うんですか、某、はい、アポロミルっていうところ行きまして、あはい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 、1階から上まで全部遊ぶとこ詰まってるんですね。それで6時ぐらいまで楽しんだらしくて、あ朝の6時まで、朝の6時までちゃいますね、夕方の6時ぐらいなんですよ。夕方の6時まで、はい、ぐらいまで楽しんだ、楽しんだと、でそっから兵庫の新海地という土地に旅立ったらしいですあそらそこまで使うわいや、はい、言ってもうたって言われてますけどね。ワンコのスイミングはありますよと、足腰負担がかかる少ないからいいらしいですよってコメントきます、ね、ですよね、はい、あるんですね、犬の分もね、うん、本名じゃ逃げようがないやないかって言われてますけどね。おっ、金じゃないですか、金じゃないですか、金じゃないですか、だいぶ戻ってきますよ、だいぶ戻ってますよ。おっ、なんか暑そう、タイムスリップなんですか、はい、これね、女4人ぐらいつけたんか、新海地わらわらって言われてますよね、はい。ハードちゃん、来週の神戸最終回は、ダイハードウィズ桜井の スカイプサンタナイト放送やるんですかって言われてますよ、ね。一応来週なんかそのスカイプ的なやろうかとは言ってるんですけどね。そうですね、はいはい、ただ来週が最終回なのかも分かんないんですけどね。そうですね、はい、来ましたわこれ。なんか大店長がなんか一人でもう余裕感じまくりですね、したらしい。これね、メーカーさんがこのお題を紹介僕にしてくださった時に、はい、一番熱いって言ってました。あ、これが一番熱いと。でもなんか 80% を外すっていう話ですからね、やっぱり初戦は 80% みたいな。さあどうだ、マジっすか、うん、でもこれはもらったってコメント来てますけどね。来てます、当ててってほらやっぱり、あいやいや、でもここでシュインってシュインさらに戻るっていう、さらにマジかこっからちゃうんすか、あー、なかった、タイムリーマジか、タイムリー、いや、熱そうやったんやけどな、今の絶対来たと思ったの、いや、あれ来たと思うでしょと言ってる間にちょっと先を今だ来てますね、これ。まだ緑じゃないですか、さあ、緑保留も来てるぞ、あ、赤保留だった、お、赤保留だった、さあ、先読みちょっと熱いか、そう、来たか、お詫びが来るのか、お詫びが、あ、さらに変わった、お詫びの一発来た、あ、ベルサイズ来た、先読みや、ちゃいます、いや西陣クオリティーって言われてますけどね、さっかえって言われてますけどね、どうですか、どうですか、これお詫びちゃうかって言われてますけど、さあその単発でから4、いやちょっと早いお詫びやな、うん、ゴリ店長最低とかでねお詫びって言うね。ハードちゃんに質問ですよ、ランちゃんは今の時間は誰かに預けてるの、これ実家にいるんですよね、ランちゃんはね。そうですよ、はい、うちの実家にいます、ランちゃんは。店長集計するときに振ってもいいよねってね。でもさ、ハードちゃん、チャンニーは60分で6500枚やぞって言われて、アタカボーイですか、そうそうそう、いやー、アタカボーイもなかなかって聞いてますからね。てか今ボタンポシュでグン出てきてましたですか、来ましたね、キャラクターみたいな、一瞬ノーマルビタ止まりするんかと思いました知ったらびっくりですけどね、熱い、はい、これ桜保留ですかって言われて、保留は赤のまんまですかね、赤の保留ですね、はい、赤保留まででしたね。あ、それは役物、役物出た、また赤戻った、
さあどうだ。あ、でもさっきと同じリーチか。あ、戻った。あ、さらにいった。いや、まだ戻るんすか。あー、これ来た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 。お、なんかシュンってなったぞ。これベルバラリーチや。あー、ヤクモ来た、ヤクモ来た。来たんちゃいますか。っていうか、さっきのそんな熱くなかったんじゃん。いや、熱かったっすよ。いやもしかしてこれは逆転裁判じゃないですか。いやどうでしょう、逆転来るかな。意義あり、意義あり、意義あり。あ、これこれですよ、 80% のリーチ多分。はい、うん、気のせいかな、富士子ゾーンっぽいけどって言われて。これゾーン入ってますよね、ベルバラゾーン。そうですね、入ってますね。はい、いいっすね。これが 80% リーチって言われてるやつですね。あ、なるほどっすね。これで外したら笑えるでって言われた。それでも外すのが大店長だからね。あれ、僕リンゴさんちゃうんすけどね。ちゃいました今、うん、これを外した男知ってます。これはさすがに来るやろって言われてますけどね。さあ名曲をバックに、さあリーチ流れてますね。どうかな、ちょっと聞いてもらいます。そう、このなんかフィーバーパワフルみたいな。かぶってるかぶってるかぶってる、映画かぶってる。あー、今日絶対来たでしょこれ。あ、クラシックバージョンやって、ベルバルでおなじみよねって。なんか懐かしいなこのリーチって言われてますけどね。これもうボタンプッシュ、ボタンプッシュ来るのか。マジョルか、うせやろ。さあどっからなんかあるの。うせやん、マジで。やったやったで、やらかしたやったで、やらかしたやりましたよ。うせやろ、マジで。ヒーって言われてますけどね。いや、先読み来て、軍来て、赤保留来て。あえて言うなら桜柄ぐらいですかね、足りなかったのは。はい、いや皆さんこれが大クオリティですよ。いやー、西陣嫌いになります。美しく散るわらわらって言われてますよね。西陣クオリティ初回で言われてますよね。避難爆発バスティーユ、あれですかね、あの年号を覚えるやつですかね、これね。こんばんは、今帰宅しました。あれムックちゃん太ったっていきなり言われてますけどもね、うん、誰が太った言うてね。分かってるやろそれ君、うん、あれなんか別の店長いますねこれね。僕、うん、うん、俺も怖くてベルバラ打てないって、刺激が歌わないからあかんって言われてますけどね、うん、これはメーカー青ざめるぞって言われてますけどもね、はい、そうですね。怒られますよソフィアの方に。マジっすか、西陣ソフィアの方に怒られますよ、外したから、池沢エリアマネージャーの悪口をお願いしますとか言われてますけどね。それはちょっと言わんとダメですね。関東の3万5000発っていう話はとある主任が5人分出したからだよっていうことで、あ、5人分のもう1人で出したってことかな。あんちゃんちゃうんすか。また来てません、大店長。熱そうなんこれ。来ましたね。さあ、そしてハード店長はコラボレーションチャンス来てますね。いや僕やっぱあれですね、南国育ちですね。あ、育ち、はい。さあ、ミドル保留、そしてベルバラは保留は変わってなかったですかね。保留は変わってなかったですね。保留は変わってない。さあ、どうだ、うん、もうさっきのお面でベルバラ隠しとこうぜって言われてますけどね。隠しときましょうか。いいリーチ来てるから、いいリーチ来てるから、いいリーチ来てるから。あれ終わった。あ、エンド終わっちゃったか。終わった。ハード店長の方が終わっちゃいましたかね。一瞬や。さあベルバラはまだリーチ続いてるぞ。ダブルテッテさんお番ですってコメント来ますけどね。もう僕は嫌です。なんでまた僕のモノマネするんですか。大店長やめてくださいよ。何言ってるんですか。僕が本物です。誰がすがらないとやるんですか。やめてください。どうしても行きたいんですよね。明日どうしても行くみたいな。どうしても行きたいんですよ。どうしても行きたいですね。はい、もう明日は金曜日なんで僕は出勤する日なんでやめてください。そうですね。僕いつもあれですからね、家のおかんにはドラビアンナイト見に行くというとアラビアンナイト行きますからね。はい、僕が大好きなアラビアンナイトの桜庭さんじゃない。はい、ゲスすぎる、ほんまに。スガキのドラビアンナイト。やばいっすね。どうしても行きたい。どうしても行きたいんですよ。どうしても行きたい。あ、ミドルホールになりました。あ、また。めっちゃディスってるじゃないですか。先読みでまた赤いに変わるかな。
変わるかな、あね、ほらゴリ店長部下がゲスだし店長もこんなんやったらもう生田が行けへんって言われてますよ。もういややめてください、当ててください、ね、当ててください。いや違います、生田がゲスなんじゃなくて、そうでしょ、うん、やっぱり清純派のね、清純派の神戸中央に来てください、ね、そうですよね、清純派来てくださいよこれ、ね、いやいや僕より絶対奈良の方がゲスですよ、テッテゾーンとか言われてますけどね、はい、もう激アツ外れるのもテッテさんのせいやって言われてますけどね。そうですね、あ、だいたい須垣さん悪い感じですか。さあ緑からワーホールの変化ここはないか。そうですね、どうせ赤に変わっても外れるんでしょう、ね、ベルバラ緑でも青と同じぐらいの信頼、なんちゅう会話してんねんって言われてますけどもね、はい、あ、赤文字や、赤文字、赤文字。さあチャンスアップはチャンスアップですね、どうかな、1回は当たりみたいですけどね。そうっすよ、あ、ギジレもいかないか、ギジレいかないともう絶対当たんないじゃないですかないわ、緑にどんだけ裏切られたかわからんって、下水から気づいたら店員か店長が一箱持って帰れそうだよ、ボロクセてんなほんまに、ハートちゃんジージは元気ですかって言われてますけど、ジージはめっちゃ元気でした、はい、あ、元気ですか、はい、あのやたら海物語3に食いついてました、ね、確かに食いついてました、食いつき、はい、そんな食いついてました、やばかったっすね、いや 今見てきたんやけど、あれはってずっと言ってねその後もう一回みんな、僕らまだ行ってなかったんで、はいはいはい、今から行くって言ったらジージなぜかもう一回ついてきましたから2回しない行ったんや、あのみんなの反応が見たいみたいな今回海渡りするやろ、確かあれですよね、演出もなんか本当に昔の感じになったというと、ね、そうですね、僕好きなんですけどね、 3R 世代なんで、あ、面白かったですよね、はい、お、海の中でも結構らしさは出てるかなという感じですよね。そうなんですよ、ただ 3R の絵面なんですけど、うん、ああいう枠外プレミアムとか大泡とか、はいはいはい、昔なかったやつはちゃんと入ってるっていう、プラスアルファで入ってるんですね、はい、その辺はね、うん、雨だけど確変のやつですかっていうふうに言われてます。そうですそうです、 50% の確変機のやつですね、 50% 確変機ですね、はい、あの確変割合としては昔の 3R と一緒なんですよね。そうですね、 50% 確変ですからね、はい、ジージ海物語好きなんかっていうふうに言われてますけどもね、ジージはもうあれですかね、海しかないような世代に育った人ですからねあとはあれでしたっけ、お好きなのはニューパルですよね、はい、カエルさん好きですよね、ニューパルともうクランキーコンドル好きですね。あ、もうそうですよ、その辺大好きですもんね、ジージ店長ね、うん、いやね、どうせ言ってもこんなベルバレット勝てる気せえへんでって言われてますからね、もうなんとか当ててもらいましょう、はい、これゴリ店長、そうっすね、イメージも変えないといけないですね。そうですよね、はい、さあこれベルバラは、ミドルの方が行ったかって2台でしたっけ、2台入ってます、はい、オトムフェスティバルも2台という感じで ね、カウンターの近くの方に置いてますんでね、ベルバラ面白いですけどね、レースが、あとはもう本当に、そこまで長く引っ張られないっていうか、ノーマルディッチとかでそんなに長く引っ張られないと僕は思ってるんで、はい、当たるときはきっちり当たってくれるから、まあ、先外したんでちょっと説得力ないかもしれませんけどね、はい、ムックちゃんは何が好きなんですかって言われてますけど、ムックちゃん何やろうね、うん何好きかな、何が好きなんですかね、これね、うん、僕はね、うん、とりあえずファイオス出たけりゃいいけどね、うん、あの放送でもなんか清楚ギャルが好きっていう話散々してましたからね、いやいや、あの南国のこのあれですよ、ゴリゴリのこの黒ギャルでいいっすよ、うん、黒ギャル言うてもジェシーでしたっけ、うん乙女はへそはマージャン2と一緒ですかというコメント来てますけども、いや、あれではないっすね、マックス8はもうなくなっちゃいましたんだよね、前のあれちゃうんですか、マージャンはなんか下がなんかパカパカ開いてませんでしたっけ、そうですね、8プラスでしたっけ、なんかありましたけどね、はい、ベルバラ、そういえばブラバラって日程の番組消えたなってコメント言ってますけどね、ベルバラ今、NHKBS プレミアムの方でしたっけの方で再放送やってますけどね、6時半の方から、あ、そうなんですか、はい、今やってますよ、ちょうどね、あの枠セーラームーンとベルバラやってるはずです、はい、確か、はい、非公な神戸中央さんのベルバラ、神戸中央さんじゃないからね、今日生田がインタビューやからね、本当に来週の刺激ナイトは梅の衣装着てほしい、 あれですか、サンタミニスカコスですかね、あ、ミニスカサンタ着てたんすか、そうそうそう、で膝の部分で K が思いっきり見えてましたけど、はい、ただ本人曰く脇毛だけは剃ったという話でしたね、マジっすか、はい、なんでその見えないところだけ剃るんですかいや、きっちり後であの脇上げて見せてましたから ね、 これね、あ、そうなんすか、ハードちゃんに質問なんですけど、無機物が好きな人ってどう思いますか、例えば電信柱とか
ていう風に言われてますけど、なかなかっすね。あのね、電信柱と友達になる人が大東店にいるらしくて、なんかそれ聞いたことありますね。電信柱と友達になるんですよ、なんかいきなり。いやでも僕もね、幼少の頃、はい、電信柱登って、はい、そこから落ちて頭打って入院したことあるんで、はい、まあまあ昔は好きやったかもしれないですね。血流したんですか、それで。ひょっとして。いや、血流れてないんですよ。あ、ちょっともうガツンと頭から行って、それで救急車が運ばれたみたいな感じですか。記憶ないんですよ。記憶ない、記憶ないっすというか、だからその落ちた記憶はないんですよ、僕は。へえ、もう気がついたら病院におったみたいな感じですか。気がついたら病院いて、一応次の日には退院したみたいな形です、ね、いやー怖いなそれ。あ、ほら、ジョディディスルとは許すまじって言われてますよ。いやいやいや、ジョディ好きですよ、僕言うても。さっきも言いましたけど、南国好きなんでね、僕。あ、そうか、南国育ちは好きってね、言ってはりましたからね。そうなんですよ。っていうか、もう下のあれをもう大店長のお面で隠すというね、これね。はい、やめてください。やめてください。鼻ほじらない、鼻を。鼻をほじらない、隣で。はい、なんなら本物こじります。やめてくださいね、お客さん明日座りますからね。はいはい、いやもう絶対 JP さんの服につけますからね。めちゃめちゃそれあるじゃないですか、はい、僕に回り回ってきてるじゃないですか。そうですね。さあ、乙女フェスの方もちょっと今保留も何も変化ない感じですかね。そうですね、今のところはね。はい、乙女フェスティバルの方はね、199.8 分の1のいわゆるライトミドルタイプという形になってますけどね。はい、JP さんが中途半端に2回初当たり引っからっすよ、もうこんな。中途半端言われたし。うん、CR、TM レボリューションがそろそろ外されそうで怖いっていうコメントも来てますけどね。いや、TM はまだ外さないですよ。あ、まだ外さない。結構最近でしたよね、入ったんや。はい、中古移動で。あ、まあ、そうか、はい、中古の方で新しくこちらね、入ってますから、はい、まだまだ動かしませんよってことですね。そうですね、あの多分プロジェクト TK と交代で外すんちゃいますか。メーカーさんが。まあ TM レベル、でもメーカーというか小室哲哉ファミリーでもないじゃないですか。まあ間違いますけどね。今そうですね、一緒ですもんねって言おうとしてしまいました。はい、いや歌パチつながりで外すんかなと思って。ああ、そっ、ああなるほどね、歌、歌から歌へってことか。はい、大店長はお絵描きは得意ですかってこと、以前ね披露していただきましたけど、お絵描きちゃんとね、ちゃんと美術系の専門学校出てはるということでしたんでね。そうですね、はい、でも絵描くのはどちらかというと苦手ですね。あ、それでも苦手な方なんですか。苦手ですね。いや、あれだけちゃんとなんかこうね、顔描くときとかちゃんとあの線入れて描いてはったじゃないですか。大店長はあれなんですよね、彫刻とかが得意なんですよね。あ、そうですね、どちらでもあの造形家なんで。あ、造形家の方やったんですか。はい、例えばなんかこう制作とかなんかしたことあるんですか。あ、僕あれですよ、まあいろいろ作って、はい、まあコンテスト出したりとかしてました。そうっすよ。いやだから生田川店の事務所にはなんか男のシンボルとか置いてありますから、ね。危ない危ない危ない。石膏で作って、はい、自分のやつを傘と石膏なら。そうですね。あの昔のダビデ像のやつぐらいの。はい。それあかんでしょ、間違いなく。やめてください、やめてください。みんなほんまやと思いますからね、これね。はい。まあ、あの中世のあれはちょっとね。基本運営が多いっていう。そう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 、ね、はい、あれはただあれは一応芸術と範疇内ですからね。なるほど、はい、うん、ベルバラ当たりなしなんて、今当たりなしですね、ベルバラ勉強してきてるのは参考にならんって言われてますからね。はい、あ、実践してたんですが、ゲストすぎて気づかんかったって言われてますよね。、はい、もう大店長のせいでそういうイメージになってるじゃないですか。ハードちゃん、新しい秘宝店語ってくださいっていうコメント来ますけど、もうシダの方はされたんですよね。シダはしましたね。どうでしたか。あの、ここになんかピラミッドの役文ついてます。あ、右上のところに。はい、はい、であと今回はチャンスめでたら一応絶対降格には行くんでしたっけね、確か。はい、そうです。ああ、なるほど、あの引いて何もないっていうことはないということ、はい、前のはもう引いても引いても来なかったじゃないですか。はいはいはい、そんなことはない、ね、みたいなところですね。なるほど、システム的には真新しくはなったんですか。一応あれバジリスクみたいな感じになるんですかね、実質は。ほう、いわゆるボーナスを引いてで、そっから入れるみたいな。はぁ、あ、はぁ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 、なるほどなるほど。はい、まあ、の近々登場しますので。そうですね、もう来週からという形になりますかね。はい、はい、稼働に関してはあるかわからないけど、春日を外さんといて1回連チャンアジア特製になるからというふうに言われてますけどもね。なるほど、はい、ハードちゃんはあのキノコのはまだありますかって言われてますけど、多分あると思います。あ、事務所調べたらあるかもしれませんね。はい、はい、男のシンボルとか筋肉かなとか言われてますけどね。シンボルは被ってますかとか言われてますけどね。はい、え、本当の話ですよねとかですね。
秘宝殿というかここは秘宝館やろうって言われてますよね。いやいやいや、あとあれですね、じゃあ僕も外さんといてほしいだよ言っていいですか。お、あるかわかんないんですけど、じゃあ乳銀の G レーサーを外さんといてください。G レーサーありましたね。はい、ありましたね。あれ 80% 継続のマシンでしたっけ ね、確かね。もう僕展示会でずっと大当たり中、はい、あのジギーを聞いてましたんで、はい、そのイメージ強いんですね。そうですね、はい、うん、台の上にファラオの顔があるんですよ。ピラミッドやいてのに、シンボルはバロン木村のピップエレキ版事件があったよねってことで、水曜日のね、はい、木村主任の、男のシンボルに奥様がピップエレキ板を貼ったっていう事件が、はい、どっちに転ぶかですよね。いい方に転ぶのか悪い方に転ぶのか。そうですよね。はたまたそれが邪魔になってしまうのか、はたまたそのちゃんと元気になってくれるのかっていう結果をね、まだ木村主任の方が聞いてないんで、はい、はたまた効果があったのかどうかまた聞いとかなダメですけどね。そうですね、はい、あ、009も外さないでくださいというふうに言われてますけどね。いやー、009外さないでしょ。やっぱりね、まだコハドもね、してる台ではあると思いますんでね、はい、ハードちゃん、男の強さって何ですかっていうふうに言われてますけど、ね、男の強さ、はい、やっぱり僕が言うのもなんですけど、はい、男気じゃないでしょうか。男気、男気じゃないでしょうか。はい、なんかめっちゃ横で笑ってるんですけど大丈夫ですよ、声は殺さなくていいですよ、大丈夫ですよ声殺さずに笑っていただいていいですからね、これ面白いな、男気ですか。じゃあ大店長の言うところのあれは男の強さって何ですか。男の強さって、いや、それはもう男気ですよ。男気かぶせてきたよ、ね、かぶせてきたよ、はい、ねえ、まあ言ったら大天井の好きな漫画は先だけ男塾ですからね先だけ、先だけですよ。先だけ、先だけの男塾です。あ、なるほどなるほど、先駆けじゃないんですね、はい、先だけ男塾ですね、まあ、なかなか面白いですけどね、あれね、え、真珠の代わりにエレキバンじゃねえのかって言われてますけどね、はい、悪魔が入るか川をみたいな、 若さって何ですかって言われてますけどね。若さですか、はい、若さイコールまだ横でもうすでに笑ってますからねそこで振り向かないことって言ったらギャバンになっちゃうんですよね。まあでもね、はい、そうっすよ、でもやっぱ若さって甘酸っぱいというか青春っすよね、はい、まあそうですよね、青春ですよね、はい。いや、そんなちょっとかっこいいこと言ってるんですか。いやいや、僕はどっちかというと青春を駆け抜けてしまった派なので、あ、皆さんにはやっぱちょっと充実した青春を送ってほしいなという気持ちがありますね。え、もう結構そうしたら青春時代はなんからしいことできなかったなっていう思いはハード店長の中であるんですか。そうですね、はい、できなかったですね。あ、もっともっといろいろ暴れたかったっていうのもあるんですね。そうですね、校舎裏の伝説の木の下に呼び出されたりとか。それときメモやないかいそれときめきメモリアルじゃないか、はい、あとは全然わからない。あとはいっぱい女の子に手出して、はい、友達からお前の悪い噂が流れてるぜっていう電話が来ないですからねそれ早乙女よしおやないか突っ込んでます。ゲスってなんだとか言われてますけどね、はい、いやいやいや、大店長は青春時代どうやったんですか。いや僕ね、青春時代はもうずっとアルバイトしてましたね。はい、あの学校はその美術の学校にいたんで、はい、学校終わったらその画材とか、はいはいはい、物を買うためにお金がいるんでバイトしてました、ずっと。ああ、そっちの方を購入するための。そうそうです。あ、もう絵の具とかも高いんで。あ、専門のもんですからね。そうですね、はい、でね、やっぱり何て言ったらいいんですか、好きなもんって高かったんで、はい、バイトしないと買えなかったですね。ああ、じゃあ結構あれですね、はい、もう青春時代から結構な苦労というかいろいろされたんですね。まあでも楽しんでましたけどね、学生生活は。ああ、例えばバイトとかってどんなことされたんですか、高校ですね。あれですよ、そのまま社員だったんですよ、お好み焼きで働いてたんですよ。ああ言ってましたね。 そのバイトをしてて卒業と同時にそっちの会社行かはったと。そうそう、もう社長とかにめっちゃ気に入られまして。へえ、まあ、そうだったんですね。はい、ものすごく可愛がっていただいたんで、はい、そのまま社員になりましたね。ああ、なるほどね、らしいですよ皆さん。ね、木村のシンボル事件、そうにはビルガンローラーコロコロ事件ありましたねということで、そうですね、最初はピップエレキ版で、あとその後にビガンローラーってあるじゃないですか、女の人がこう顔をコロコロさせるやつ、ね、そう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 、はい、そういうやつをなんか あれを股間にされたらしいですけどね。まあまあまあ、イコール木村の股間はビガンじゃなかったということです。ああ、鬼上司は誰ですかっていうコメント来てますけどね。鬼上司ですか、はい、
まあ、強いて言うなら僕じゃないでしょうか。ハードちゃん厳しい。そうですね、厳しいハードちゃん、はい、ちょっと大店長が舐めた口とか聞いたら後からいつも芝居てますから、ね、そうなんや、はい、大店長は、あ、僕はそうですね、厳しい、あの上司に、ね、この会社ではお会いしてないですね。いや、皆さん、はい、優しく教えていただいてたんで。あ、どなたにも、はい、得点上げようとしてるぞ、まあ、得点、得点上げようとしてるぞ絶対、まあ、絶対今回の回だけマネージャーとかに見てくださいよっていうに違いない。ああ、なるほど、ここの何分から見てくださいっていうことを言うのかな。それは言わない約束。あ、それ言わない約束ねえ、池澤マネージャーやろと言われてますけどもね。ああ、まあ池澤マネージャー怖い人ですよ。僕はあまり怖くなかったね、本当に。ああ、そのね、前も言うてはりましたもんね、池澤エリアマネージャーね、以前あのサイト店で放送で一緒に出られてましたけどもね。はい、まあ多分それは僕が放送見ていってたら全然怖がってないっていうのは分かるぐらい。ああ、そうですね、 YouTube 見てもらったら結構ちょちょ走やってますからね、はい、本当に僕はもうぶっ飛びまくってたんでね、はい、横からのツッコミの方でしたもんね。もう喋らなかったね、あのおっさんは何一つ喋らなかった横でイエーイとか言って本当になんか配信をするというか楽しんでるだけっていう。なるほどね、はい、あ、広角とエウレカも外さないでって言われてますけどね。サンズのカーでハード店長が出てきたら石ぶつけて撃退しますって言われてますけど、ね、どういうことかな。いやいや、僕はもうあれですよ、天国でしか出てこないですよ天国ですか。あ、むしろハードちゃんが出てくるのは天国やと。そうです、そうです、いうことですね、はい、はい、ハードちゃんは、ゴリさんの橋本くんいじめをどう思いますかって言われてますけどいじってたんですか。いや、さっきもだってね、はい、わざわざいじってないです、いじってないです、やめてください、やめてください。いや、配信ちょっとね、準備があるんで、いろいろと、はい、まあ、そっちのお仕事あるんで橋本さん出しますっていう話だったんですけど、話題がマジック・ザ・ギャザリングとか遊戯王のカードになったら勢いなんか来てマイクつけるって言い出して、はい、会話めっちゃ参加してましたからね。マジっすか。てか、そんなあれですか、橋本くんとかってそんな世代ですか。いや、すごいですよ、2人、お二方ともガチすぎて、あー、やすげーって言ってましたからね。もう話やめましょう。あ、やめとく、やめとく、やめとく。なるほど、森店長って言ったらもう話広がるんでダメダメ、この人はあかん。いや、僕ね、でも全然カードゲームには、ま、一切興味ないんですよ。あー、ただ僕の世代とかでなんか流行ってたのはマジック・ザ・ギャザリングか、はい、モンスターコレクションってやつですね。あ、モンコレか、モンコレか、はい、はいはいはい、ありましたね。ね、やりましたね、それも。もうまさに少年やねんって言われてますけどね、はい、これね。僕はもうあれですかね、ビックリマンシールか、もう J リーグカード世代なんで。本当に僕、これはもう完全なるあれですよね。もう30代半ばになろうかっていうところは、だいたいその辺から入るかなっていうところですけどね。はい、橋本くんはガチ勢やねってことで、結構なガチ勢でしたね、先ほど。ご自身に話いただきましたけど、なんか持ってたカード全部売っ払ったら300万キコになったっていう話。マジっすか。はい、らしいですよ。マジモンのガチモンでしたね、はい、あれはね、すごかった。僕もなんか持ってるやつ売りに行こうかな。 あったりするんですか、ハード店長。はい、多分ね、値段つかないです。値段がつかない。マジっすか。今だと値段 つかないですかね。あれ、玉がなくなった。あれ、玉、そっちもないです。もうないっすか。あら、ちょっともう時間おかわり。ちなみにさっきの話、僕もポケモンカードもやってて。あ、ポケモンカード、はい、はい、ポケモンカードにいたら僕も80万になりました。ほんまですか。ポケモンカードも流行ってましたよね。多分、カードの売買で一番値段っていうのは多分、ま、マジック・ザ・ギャザリングじゃなくて、はい、遊戯王の方カードの値段ってつくんですよ。世界規模で言ったらマジック・ザ・ギャザリングの世界規模でやってるんですけど、その分枚数が出てるんで値段はつきに、つくやつはつくんですけど、つかないやつは全然つかないんですよ。そうですね。もうピンキリですか、本当に。でも遊戯王ってつくやつってめっちゃ高いんでね。へぇ、すごいな。いや、僕もね、ブルーアイズホワイトドラゴンしか知らないんですけどね。はい、わかります。ブルーアイズ最初に出てきた、めっちゃ強いやつです。海馬瀬、ま、遊戯王の最初の漫画で、うん、海馬瀬戸っていうキャラクターがいるんですけど、はい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 、まあ、そいつと主人公の遊戯ってやつと、その、もう一人誰か忘れたんですが、持ってる世界で3枚しかないっていうカードだったんですけど、パワーが3000の
守備力が2500あって、めっちゃ覚えてるやん、ドラゴンのカードなんですけど、うん、まあ、それが、まあ、最初の初期セットで勝ったら絶対ついてるんですけども、うん、その後にジャンプで出たブルーアイズホワイトドラゴンの目がほんまに青いドラゴンがあったんですよ、はいはい、それは多分ネットオフがあったから見たら分かると思う、10万します。はぁー、すげえな。ちなみに持ってました、はい、持ってた、持ってました、売りました。さすがっすね。すげえ、もうあれ大店長、開けて手入れしますか。もうそうっすね、手入れします。当てますか、はい、手入れ真剣します。ちょっと北斗神拳使いますか。はい、ちょっとじゃあ僕も手入れ神拳したいんですけどね。え、僕も手入れ神拳したいんですかね。手入れ神拳いきますか。もう一応師範代なんで。あ、手入れ神拳師範代、いつの間にか師範代になってましたね。はい、ハードちゃんは何をコレクションしてたんですかっていうふうに言われてますけど。僕結構ね、コレクター派なんですけどね、はい、何かこれ集めたっていうのあったりします。まあ、だからそのビックリマンシールも集めましたし、あとカードラスも集めましたし、カードラス、はい、でセイントクロスも集めましたし。あ、クロスありましたね。今も発売してるやつもありますよね、新たにね。今の高いっすね、あれすごい高くなってるっていう、あの話聞きましたけど、昔高いのでも3000ぐらいやったんですけど、今もね、7-8000ぐらいが定価ですからね、普通に7-8000。いやー、はい、プレミアって言うのかな、すごい価格が、まあ、新しい金額がそんだけ高いってことですね。ですね。大店長、上げてくださいよ。上げてくださいよ。今から手入れしたって当たらんでしょ。上げてくださいよ。手入れさせてくださいよ。遊戯王のカオスソルジャーが10億で売られてる。開いてないですよ、これ。あのね、カオスソルジャーね、最初の大会で優勝で、出るって言ってたんですよ。おー、音がカオスソルジャーってカードが、はい、その最初の大会で配られる、優勝商品に出るっていう話だったんですよ、はいはいはい、でもその大会が、はい、1回目の大会がその警備の整備不良で途中中止になったんですよ、はあ、だから世には出回ってないはずのカードなんですけども、あ、それが出てきたんですか。で、そうなんです、オークションとかで出てたんですよ。で、そのカオスソルジャーのレプリカって書いてあるレプリカバージョンがあったんですけど、はいはいはい、アルミでできてるんですよ。それアルミでちょっとカードがだいぶ分厚いんですけど、はい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 、すごいですね。それはその時で、そう、出た瞬間は170万でした。170万。ちなみに僕は生で見ました。あ、見たことあるんですか。見ました。へぇ、僕も結構ガチ勢やったんです。え、そんな大会とか出てる派だったんですか。いや、もうほんまにガチやったらしいですよ。マジですか。はい、ちなみに、まあ、その東京の大会とかではないですけども、大阪とかでやってか、言ったらイエサブって、イエローサブマニー、イエローサブマニーありますね、イエサブね、ああいうので大阪大会とかやってるじゃないですか、はい、あれに僕は優勝したことありますから、はいはいはい、うわ、ガチや。優勝したことあるんや。はい、すげえ。あ、ガラス外そうって言われてますけどね。ね、久しぶりの手入れ神経でもう2時になるしって言われてますけどね。手入れ当てるってやつですか、これ。いや、もう先当てた方が勝ちっすね。マジですか。ナイトミドルの方が得っていうこともないんで、まあまあしゃあないですね。さあ、どっちが早く当たるかな、これ。ガラス外して扉閉めるのが正規の手入れ神経ちゃうかったっけって言われます。正規なんですけどね、正直ね、めんどくさいっす。めんどくさいですね、これね。あ、なるほど、それが正規なんですね。そう、あの内側のガラスだけ外して閉じながらやるんですよ。で、当たったらすぐにドア閉めるのいかんっていうね、はいはい、ただガラスないからまだギゴマガラスつけなダメですけどね。あ、こんな感じですね。あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。あ、そうそうそう、まさにそれですわ。まあ、今ガラスついてませんよ。ごとやごととか、ね、安心してください、ガラスはついてません、うん。いやー、でもミスターゴリックのそれマジックじゃないんですか。うんね、よし、そしたら負けた方が橋本のぶっ込みするのが罰ゲームしようって言われてます。いや、僕全然橋本君のプライベート知らないですからね。いやー、僕ね、結構ぶっ込みすぎて明日本気なんか店長ほんとやりすぎっすよ。ペッテに続いて店長ほんとやりすぎ、あれまずいっす。もうさっきもう、まあ、あれですからね、奥様のちょっと情報をいただいたときはちょっと困った顔されてましたからね。あ、なるほど。明日からスターウォーズ公開ですが、お二人は興味ありますか。いや、僕はね、アナキンスカイウォーカーにしか興味ないですね。アナキンスカイウォーカー、はい、アナキンにしか興味ないです。
大店長は映画は見たりっていう、まあ、以前ね、奈良の方で映画館行ってはったっていう話をされてましたけどもね、はい、映画は大好きですね、はい、いや僕はでもあんまり SF は好きじゃないんですよね。 SF よりかはどっち派ですか。何派ですか。一括ロマンポルノとかですよね、はい、一括ロマンポルノとかです、ね、古すぎるあでも一番好きな映画は SF になるんですかね。僕どちらかというとギリシャ神話系の話が好きなんですよだからヘラクレスとか、はいはいはい、ノアとかやってたじゃないですか。やってましたね、まあ、あんなの大好きですね。あなるほど、結構ギリシャ神話が好きなんで、神話系ギリシャ神話、まあ、なるほどね、めっちゃ好きですね。ローマ神話とかでも、おな日活わらわらってね、アナキン言いたいだけでしょって言われてますけど、ね、それはバレましたか、はいね、ハードちゃんが興味あるのはタマキンだけやろとか言われてますけどね、思うじゃないぞ。タマキンは別に興味ないです ね, ねえハードちゃんはアズマか大君店長のぶっ込みでってことで、なんか年末やるんやったらはあれですよ、あの方、はい、大君中村店長来たいって言ってましたよ。あ、そうなんですよ。なんか、はい、クリスマスの日来るかなって言ってましたね。うん、神戸にちょっと行きたいっすねみたいなことをこの前言うてはったんで。でも食いますかね。大丈夫かな。どうでしょうね。キャッツ足ないですからね。あ、足ないんですか。キャッツ足なかったはずですよ。あららららら、そうなってくるとちょっときついかな。うん、橋本くんお家に入れないからご飯抜きやろなっていうふうに言われてますけどもね。はい、うちチェーン入れらかけられてる、ね。あ、すでにチェーンかけられた感じですかね、これはね。まあ、僕はしっかりちゃんと奥さんに報告をしとくんで、今日の報告なるほど、ご主人出たんで見てあげてくださいね、見てあげてくださいって言って前半のやつのぶっ込みをね入れるというパターンですかね、これはね。ハードちゃん、ムックちゃんがオセロの相手募集してるぜって言われてますけど、オセロっすか。オセロ好きでした、ムックちゃん。いや、あ、なんか本人曰くわしはオセロめっちゃ強いんやと、はいはいはい、負ける気せえへんと。マジっすか。はい、ことを言ってはりまして、あの以前もあそこ大都店おられた時にもね、はい、ご自身がなんかオセロ売ってる写真、オセロ一緒に、スタッフの方と売ってる写真を、休憩室に貼り出してましたからね。なるほど。じゃあファミコンオセロで鍛えた僕は。ファミコンオセロ、あ、懐かしいね。つくだオリジナルですね。懐かしいですね、はい、オセロは癒し、ぜひ橋本の嫁にこの放送見てほしいなってコメント来てますけどもねうん、負ける気せえへん地元やち。 JP さんが大工迎えに行ったって俺迎えに行ったら誰放送すんねん。東も呼んでっていうねコメントも来てますけどもね。東っすか、呼びましょうか一回じゃあ声かけてみますか。お、さあ美人どうだ、押して押して、さあ緑からの、お、赤チャンスね。しかもゴーの爆弾来てますけど、これタイマー扱いですかね。赤なった、さあどうだ、堀浦か、閉めようかな。じゃあお、ハードちゃん自信の、ま、ドア閉め、それ激アツやでって言われてますけどね。いやいや、外しますよ激アツは激アツは外すためにある。あ、出た、激アツは外してこそ激アツ理論ですね。これは乙女ビジョン、あ、乙女ビジョン来ましたね。さあ降りてきて、糸は緑、大根のうまい棒たくさん持ってきたりしてねって言われてますけど、ね、いやいや、あの役物が降りても外れる時は外れるんで、さっきバラ重くと開いてましたからね。なるほどね、金かなっていうふうに言われてますけどね。おっしゃー、おーさあ役物落ちてきたよ。どうかな、落ちても外れますから。まぶしい、これはもしかしてあれなんですか、小室哲哉出てきてゲットワイルド歌おうかなんですか宇都宮隆それあれじゃないですか、プロジェクト TK でしたね。 TK ですね、それはね、はあ、それでも外すんでしょうって言われてますね。来週クリスマスですね、皆さんご予定は。配信です、配信です配信です、配信です、はい、配信以外の何もんでもございません、はい、大店長外れまくりやなって言われてますけどね。いやー、まさかの展開だ、うん、いや勘弁してほしいですよ。まあこれマックス好きなんでね。闘魂注入だー、おー来たー、熱狂、マジっすか、おめでとうございます。マジっすか、震えてますわ。そんなんやめてくださいよお、置いて行き、置いて決めるとかやめてくださいよ。いいじゃないですか、もう明日はもうこのままやったら気持ちよく温泉に行けないじゃないですか温泉行くんですか。しかも2時になりましたけど当たっちゃった、当たってしまいましたね、これね。まあ ST 入るかどうかまで見ましょうか。はい、その後で放送終了という形に、はい、させていただきましょうかね。さあ行くぜ、ね、大君の大は大きいのとか言って言われてますけどね乙女だけ映していいよって言われてますけどね
そっくりさんからの本人質映してください僕も大丈夫ですよ、映してますからね。ありがとうございます。いやなかなかちょっとベルバラ、まあ、ミドルだったんでね、ちょっと今日はいいとこ見せれなかったかな。はい、でも見せ場は作りませんでした。そうですね、あの外れたシーンはもうある意味見せ場やったかもしれません。ああ叩いての全員出てこないか、これちょっとなんか間に合わなさそう、間に合わなさそう。あー足りなかったというわけで、これ通常時、あー残念あこれ無理なパターン、通常ですね、 48% の方ですね。あーまずったな、うんね、今日の放送ベルバラ必要なかったなとか言われてる、そういうこと言わないね。はい、せっかくもう信頼として今稼働中でございますんでね。はい、ハードちゃん今年の冬は彼女できそうですか。いやでも分かんないですからね、まだ分からない、はい、まだ分からない、残り1週間大逆転ある、はい、僕のディスティニーは始まってもらえないかもしれないですまだどういうことやねんこれは、モリーズオブディスティニーは始まってないかもしれないなんかパチンコの方で発表あったんでしたっけね、確かニューギンさんが出すっていう話、ね、エキサイトさんがニューギンさんがどちらかでしたね、なんかテイズオブディスティニーが出るっていう話で、そうですね、その前にキュイン・ハナちゃんが出ますんで、はい、そっちを言ってあげてください。あ、まあ、そっちですかね、キュイン・ハナちゃん、はいね、ベルバラという名のガヤとかいうふうに言われてますけど、ガヤじゃないですよこれね、はい、残念でした。はい、というわけで入らずという形でしたかね。はい、はい、じゃあ放送終わりましょうか。お疲れ様でした。お疲れ様。こっちですかね、向こうですか。橋本さんのイーゼルもいいですか。これ橋本さんのイーゼルもいらないです、いらないですねじゃあはい、あこっち来ます、こっち来ます。じゃあこういう形でいきますね。はい、あめっちゃでかい、羨ましいですか。羨ましいよいしょ。はい、というわけでお二方お疲れ様でした。お疲れ様です。ゴリ店長とゴリ店長です。ゴリ店長とゴリ店長、はい、いらっしゃいましたね、はい、しかしその表情で抜いてくるあたりがまたマネーシャーでマネーシャーでマネーシャーで、はい、一緒の顔見せ場はあったベルバラ過去当たったとは言ってないってね、はい、うん、ベルバラ、シーディライトして稼働中の店長報告やなと言われてますけど、今日はね当たってましたからね、何気に25回当たってたのかなこれな、すごいですけどね。ハードちゃん来週テッテさんの着ぐるみ借りてきてくださいって言われてますけど、あのなんか鹿っぽいやつですか、トナカイでしたっけ。あトナカイでしたっけね、あれは ね、 あ、 そうですね、あれ猫じゃないんですか。え猫なんあれえそうなんですか。事務所ではね猫の花はよう置いてましたよで僕はそれ触ってたら、はい、ちょ大事やめてください、これ僕の大事なものなんですから、ほんま触らないでもう行く、もう本当に行く気にしてくださいちょっと怒られてたんで何なんですかその女性が下着触られたみたいなでもこれね本当になんかね、じゃあ置いとくなよと、そうですね、事務所のパソコンの上に置いてあるんで邪魔やから触って、はい、大事本当やめてくださいですよ、僕のやめてくださいって怒るんですけど置くなっちゅう話ですよね。めちゃめちゃ怒ってますけどね。はい、というわけでございまして、じゃあお店からの告知いきましょうか。はい、はい、じゃあ生田川インターテインの方から。はい、まあホームページ掲載してるんですけども、あさってジャンバリ雑誌掲載してるんで、はい、まあ、ぜひ見ていただきたいなと、あさって土曜日ですね、はいはい、こちらの方ねぜひ雑誌の方も見ていただければと思いますので、ね、はい、まあ、詳しくはホームページにも載ってるんで、ホームページも載ってるという形でございますね、はい、やっていただきたいなと。そしてですね、はい、そしてついに来ちゃいますか、皆さんお待ちかねと言いますか、あもうこれはもうビッグタイトルですからね、はいはい、まあ、僕の彼女クレアさんが出てる、はい、いつ皆さんの奥さんですからね、これね、だからかぶせないかぶせないなんでそこかぶせたんや、しかも大事なとこかぶせない、シンボルまあ、僕はそこで顔をうずめたいですけども、まあね、以前はクイーンズブレードで顔をうずめてましたからね、だいぶうずめましたね、気持ちよかったですねはい、はい、というわけで秘宝店が、はい、来週の月曜日12月21日から営業開始という形で、はい、もう地域最速なんで、そうですね、まあ以内から言えるんですけど神戸中央にもまだ入ってない、まはい、入るんで月曜日には、あなるほど、ぜひぜひ、はい、とんがりコーンを動かしてほしいなと。とんがりコーン。とんがりコーン。あ、とんがりコーンちゃいました。とんがりコーンの CM は永瀬智也出てなかったでしたっけ。そこは出てなかった。ちゃいましたっけ。出産地で来たんかなと。そのね、永瀬智也ネタちょっとやめましょう。恥ずかしいんで。はい、ああ、いや恥ずかしいって言いながらちょっと嬉しそうですけどね。いやね、これね、はい、もう実際の話。はい、一番最初に僕がその永瀬智也に似てるって言ってきたのは、はいはい、元奥さんなんですよ。
あ、そうなんですか。元奥さんが、元奥様、はい、が最初僕に対して、はい、永瀬智也に似てる、あの目だけ取ればですよ、目だけ取れば似てるみたいな。じゃあちょっと、ちょっとじゃ あ, あの顔上だけ、今下のポスターで隠していただいてね。やめてくださいよ、はい、こんな感じで、はい、で、いう話になって、いや、はい、それは言い過ぎやろと、さすがにそれは僕も申し訳ないと思いまして僕、まあ、自分の顔ブサイクだと思ってるよね、もうそれ勘弁してくれと、ジャニーズは勘弁してくれと思いながら言ってると、はい、他にその後もポロポロって言われて、で、マジかと思って、あ、マジか、でも顔濃いだけやんけと思ってたんですけども、はい、まあ、ここの私の上司が、はいはい、いや、もう永瀬智也ですよ、あれ。僕はあれ永瀬智也だよ。もうね、勘弁してほしいですね。という話らしいですけど、まあ、奈良でその話をしたら、はい、殺すってたこ焼き店長に言われたんで、まあまあ、でも、それを答えは、あながち間違いじゃないかな。間違いじゃないんですかね。はい、いやいやいや、ね、元奥さん、眼科医とかよくないかってことですよね。たこ焼き店長も自分で城島茂言ってましたよ、ね。あ、そうなんですか。あの人は、はい、自分で自分のことかっこいいってよう言いますから。あ、もうさすがですね、あの辺さすがタコタコ店長でございますけどね、はい、まあ、そんな話置いといて、皆さんね、あの秘宝殿、10月21日営業開始となりますんでね、はい、ある日うちに来ていただければと思いますね。台数は、はい、台数は5台でしたね、はい、入っておりますんで、ぜひどうぞよろしくお願いいたします、はい。パーツの数は同じとか言われてますけどね、どこしながらがオールインやって言われてますけどね、はい、はい、じゃあハード店長いきましょう。お、はい、はい、あ、近づいてる、ちょ、モザイク入れよう。すいません。一応うちもじゃあ今週末来てください。なんか書いてますね、はい、これは読んでいいのかな。そうですね、はい、パス必勝本スーパースターアルファという形ですね、はい、一応こちらもホームページにも載ってるという大店長のおっしゃる通りなので、はいはい、まあ、詳しくはそちらもしくは雑誌の方をね、はいはい、読んでいただければという形になると思いますので。ただこれをやってることによって、はい、これが生田川店とかを勘違いしない、勘違いされるっていう。ああ、そうか、店舗名で書いてないです。これね、あれですよ皆さん、はい、神戸中央スロットカーの方ですからね、こちらね。じゃあ飛ばしますよ、はい、そしてモザイク、モザイク、そしてモザイクかかりましたけど、12月21日は生田川店が秘宝殿最速でオープンということで、はい、神戸中央スロットカーはお休みいただきますので、あ、21日は、神戸中央スロットカーお休みと、お休みいただきますということでございます。ということは、はい、もう生田川インターテンに来るしかない。いや、もうぜひぜひ生田川インターテン行ってください、本当皆さん。はい。そして明けて22日。22日にうちもやっと秘宝殿が入りますのと、はい、他についにマイジャグラー3。来ましたね。やっと入ります。以前から望んでたマイジャグラー3がようやくここで。はい、生田川店にも4台入ってます。なるほど。あ、ここであくまで押してきますね、はい、そして、秘宝殿が16台、秘宝殿16台、はい、マイジャグラが8台と8台で、ここにあれなんですよ、もう筐体の画像が実はなかったデジスロがあるんですよこれね、うわー、すげー、デジスロ入るんや、これすごいんですよ、これ未販売で、はい、もう言うたら入る店舗がほぼないらしいんで、でしょう、これ聞かないっすもん、本当に。そうなんですよ、だからもうチラシ業者さんも筐体の画像がないから、もう僕も文字だけでいいですいやー、これはすごいな、やりますね、僕初めて知った。だからこれ P ワールドにも載ってないです、載ってないですよね、これ確かね、はい、ベルコさんですよね、これね、これ以上ベルコで、以上ヤーマから出すんです。あ、そうか、ヤーマ発売になるのか、はい、あ、そういう形になりますね、本当にこれ貴重だと思いますよ。そうなんです、ね、はい、こちら4台入るということで、他にゴスロにもこんな感じですね、はい、オニムシャ3とムソオロチ、そしてマクロスフロンタイ2のボーナスライブバージョンと地獄少女とサイレントヒル、はい、こちらの方がゴスロ導入という形になりますんで、はい、皆さんぜひ最後の、今年最後の入れ替えという形で ね、 でね、変えてます、2015年最後になりますので、はい、ぜひぜひ皆さん来ていただければと思いますんで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。わ、貴重なの来たってコメント来てますけど、はい、多分おそらくここ近辺でも間違いなくここ神戸中央スロット館ぐらいしか入らないような台かもしれませんね、はい、そうですね、デジスロ好きの方お願いします、ぜひお願いします。なぜ撫でたのか、はい、なぜそこを撫でたのか、動いたからです、はい、何かうごめきましたからね、これ動くぞいいですか、大丈夫ですか、はい、というわけでございましてね、まあ、じゃあお二方、はい、感想を聞いていきましょうか、乙女フェス。そうですね、当たらなかったんですけど、乙女フェス一応当たりましたけど、ね、最後当たったのか、最後当たりましたけど単発でしたんでね、はい、はい、まあ、ただ僕はまあなんだかんだ言って戦後高等院も南国育ちも、はい、まあ麻雀も好きなんで、はい、はい、まあ、あの辺のキャラクターが出てきてこういうのは
個人的には好きかな、ね、楽しいですね。ただ実はベルサイユのバラの方を打ちたかったっていうのは。ああそうなんですか。本音ですね。なるほどなるほど。いや僕結構あれなんですよ、西陣さんとか、うん、エース電源さんの大好きなんですよ。そうですね、以前はエース電源さんがベルバラ出されてましたからね。ベルバラ出されたじゃないですか、はいはい、僕だからあれですもん、あのベルバラもめっちゃ打ち込みましたし、うん、いたずらなキスもめっちゃ打ち込みましたし、うん、もう結構好きなんですよ、ね、なるほど。エウレカも好きですしね。あそうですね、西陣さん出されてますからね、はい、これね、はい。というわけでゴリ罰ゲームの橋本の暴露お願いしますって言われてますんで、じゃあベルバラちょっと当たんなかったですけど、まあ ね、ねちょっと感想いただきまして、ちょっと最強リッチ外したはちょっと痛かったですけどね。そうですね、革命を起こしに行ったんですけど、はい、起こしきれなかった、ね、起こしきれず残念ながらはい返り討ちに遭いました、はい、まあ少女革命打てのは無理やったということで、はい、そっちの革命かよ懐かしいですけどもね、はい、はい、じゃあ橋本さんとなんか一つネタ暴露なるほど、まあ、何を暴露したかすら僕知らないんですけど、まあ、結構ね、でも鬼嫁ネタしかないんですけどね。はいはいはい、はあのチャリンコ買ったネタは聞いてたんですか。チャリンコ買った言ってました。勝手に電動チャリ買って12万ぐらい使われた。わかりました、もう一個ありました。お、来た、じゃあ最後に ビシッと橋本先生のネタで、まあ橋本君ね、若いながら結婚してて、はい、お子さん2人いるんですよ、ね、あ、もうすでにお子さん2人2人いるんですよ。おー、はいはいはい。で、まあ、やっぱりお子さんがまだちっちゃいのでベビーカーを買うじゃないですか。あ、買いますね、そら、はい、うん、今、あのバギーも何やかんやで僕も結婚して買いました。高いじゃないですか、まあ、いいやつは。結構高いですよ、あれあれを、うん、まあ、いいやつをやっぱり2台買って、うん、で、まあ、ここから何を思った、まあ、橋本君の言葉ですよ。何を思ったか、はあ、あの2台セットのやつあるじゃないですか、はいはい、2人セットのやつ、はいはいはい、それを買ってきたらしくて、はいはい、それがクソ高くて何買ってんねんってえらく怒ってらっしゃったと。それは店舗の方で、はい、えらく愚痴ってやったということですかね。なんですか、聞かれしますよとか言ってなんで買ってるんですかねあれなんですね、橋本くんの暴露はどっちかというと橋本くんの暴露するというよりも嫁はんの暴露する近いかもしれませんね。で、まあ、この動画を DVD に焼いて、まあ、ちょっと奥さんに奥さんの方に報告と。で、まあ、橋本くんは次の日にあのちょっと顔をこの辺ちょっと青真っ青に真っ青にしながら、まあ、こうかって、はい、あどうした、いやちょっと来る途中に電信棒に当てました。なってる可能性も否定はできないですね、これね。昔の漫画みたいにこうやって包帯巻いてそうそう手つってね、はい、当たんところにね恐ろしいね、鬼嫁各保存式かもしれませんけどね。はい、というわけで来週でございますけれども、はい、神戸市のスロット館の方からお送りするという形になりますんで ね、はい、そうですね、はい、ぜひ皆さんどうぞよろしくお願いをいたします。一応やっぱもう最後になる可能性もあるんでね。あ、そうですね、可能性としてはね、黒歴史で始まって黒歴史で終わろうじゃないかということで、はい、なんでハードでしょ、毎回こう黒歴史って言うんですか、それ、はあ、まあ、企画的にね、確かにちょっと YouTube の再生数は伸びないのはちょっとしゃあない部分であるんですけど ね、一切台を打たないっていうネタで前回やったんですけど、はい、すね、YouTube の再生数がえらく少ないことに、いまだに理由はあるんですよ、黒歴史なんですよ、あれ、確か最初、スロットナイトでしたよね、最初スロットナイトで、刺激桜井のスロットナイトやって、あとはスカイプ。懐かしい、あ、懐かしトークや、懐かしトークやりましたね。はい、まあ、どっちもなかなか YouTube の再生数が伸びなかったというオチがございまして、ね、はい、そうですね、はい、YouTuber として僕が一切食っていけないいつ YouTuber なったや、はい、ほんまに、はい、うん、好きなことで生きていくあの CM ね、なかなか感じるもんありますけどね、はい、これね、はい、これは大店長も並んで鬼嫁謝罪やなって言われてますけどね。そうですね、まあ言うても僕の元奥さんも鬼嫁だったおめように言います。おめように、ちょっと、ね、おめように思い出して口が増えて、はい、ちょっと、ちょっと言うのもちょっとはばかられた感じですからね、これはね、まあ、YouTuber やったんかって言われてますけどね。自分が怖かったんですけど、他人やったら面白いななるほど、完全な他人事ですけどね。いや、でもね、僕が白石店長のこと言うのもそんな感覚、はい、人のことは全然 OK っていうパターンですよね。ゴリ店長採石は CO2 削減の対象になってないんかとか言われてますけどね、はい、来週はデジソーしながらスカイプ放送ってことでって言われてますよ。デジソーしてみんな見るか、そもそも大丈夫か。ありますからね、まあ、あの貴重なあの映像としては残せるかもしれませんけどね、はい、はい、
まあいろいろと考えておきましょうか。わかりました、はい、といった形でございまして、今日はチャンネルね、木曜、本日生田がインターテインからお送りしましたので、また来週は神戸中央からという形でよろしくお願いをいたします。はい、はい、それではまた来週お会いしましょう。この後2部やりますんでね、よろしくお願いします。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。はい、大天井のチブも見てね。近いぞ近いぞ。あ、もう映ってます。ゴリ店長近い、近くない近くない、映ってます。カメラ確認しないもう。いや、映ってますこれ。映ってます。いや、もうあの今大店長の目しか映ってないから。あ、こらー言われてますよ。鼻毛で、鼻毛で出てないですか。あ、鼻毛で。そしてピンボケして何してんのあんたも。あの股間にあのわざわざ書いたやつぶつけるのやめていただけませんかね。はい、というわけでお疲れ様でございました。はい、というわけで木曜日恒例になりました競馬で夢見ちゃう TV 大反省会という形でございまして、いや、まあ結論から言いますと、はい、今回も全員外れ。というわけで見せれないでよろしいですかね。はい、じゃあこれからですかね。はい、そこからでございます。左下の方がね、我々の予想を変えてますけども、はい、マイマイの方がですね、1番11番15番17番のボックスという形でございました。9着3着、はい、9着同着やったんですこれね、はい、7着という形で、まあ外れと、私の方はね1着3着で生まれんちょっと惜しかったんですけどね、2番11番休みやって、これは硬いかなと思ったんですけど、はい、2着に人気予想突っ込んできましたね。はい、結局1番2番11番15番18番のボックスだったんですけども、結局、まあ、1着3着の、まあ、完全にあれですよね、よくあるパターンですね。はい、あるあるですね。この競馬いつ当たんねんとか言われてますけどもね。そうですね、まあ、1回バイバイしか当てただけですね。そうですね、一遍万馬券当てたぐらいかな。マジですか、すごいですね。はい、もう当てましたよ、ボックス4頭ボックス当てましたからね。はい、へえ、しげる店長惜しかったんですよこれ。メジャーエンブレム、ペルソナリティ、ウィンファビュラス、霧島城ということで、なんと1着2着当たってるんですが、いや、生まれにしといたらよかったっす、ね、そうなんですよ、生まれんで十分やったですねこれね、はい、考えたら3連単ボックス、残念ながら残り2頭が6着18着ということで、はい、残念、外れという形でございました。相変わらず茂店長穴っぽいの選ぶのうまいですね。そうです ね、 ね、1頭必ず穴選んだら大概突っ込んできてるイメージありますけどね。有馬難しいで、今年はってなんか水面上でどんぐりの背比べしてる感じって言われてますけど、ゼロから上がってるのが1人しかいないっていうね、この状況ですから。じゃあ2枚目いきましょうか。はい、はい、前々のジャッジ出てます。これ、あれですね、ハンテンジャの予想がね、名将水月の方ですか、はい、池添ジョッキー軸で取ったんですが、残念ながら12着と、はい、紐はね、2番と11番押されてたんですけどもね、そうですね、まあ、あのウィン・ファビュラス押されてたのが唯一、シゲル店長のみと
いう形でございましたんで、まあ、この辺お見事ですけど、もうちょっと買い方ねプラスアルファしてれば、だってそれさっきの4頭ちょっと一遍戻してもらっていいですか。この4頭の3連単ボックスだったら2400機構になるんですよ、はいはい、だからこれのプラス馬連ボックス買っといたら全然儲かってたんですよね。あ、そうですね、それだったら6点で済みますんでね、はい、はい、といった形でございまして、今週も外れということで、来週こそは皆さんにいい結果をね、こう、そうですね、見せれたらいいなとは思ってますんで。今回 JP さんの予想ないんですか。あ、その G1 の下のこのチロチョロっと書いてあるやつですね。僕はあの夜の時にちょろっとLINE で送ったぐらいだったんで、あの子間に合わなかったんでね、はい、あ、なるほどですね、うん、日裁は予想するんてむずいもんって言われてますけど、まあね、1戦とか2戦とかでキャリア出てくるんで、なかなか力比べ難しいですけどもね。そうですね、はい、といった形でございまして、 KB1 のイメージは GDB 今回も外れという形になりました。はい、はい、といった形でございまして、最後当ててやるって、そう、最後のね有馬と、今週末は、今週末が今週末何でしたっけ、有馬ですか、どっちでしたっけ、有馬温泉ですか、有馬温泉、有馬応援の高校教養学園、懐かしいですね、サンテレビよくやってました。有馬温泉は行きたいですね、僕も、はい、はい、ねえ、いや本当は尾形温泉の方でしょ僕は尾形温泉明日行きません、はい、日付から行きます、また出てさ増えたから、いやでもね、本当に最低あと1回は当てたいところではございますん で、 そうです、ね、まあ、頑張っていきましょう、頑張っていきましょう、はい、といった形でございまして、はい、次有馬キリメンの方な、あ、朝フィーチューティースティックスが今週、 あそうか、唯一武豊がまだ勝ってない G1、今回勝てばなんと G1、全て制覇、全制覇、もう前人未到の記録達成という形になるんで、確かに竹勝ってないですね、そうなんです、唯一勝ってない G1 レースなんですよね、はいはいはい、っていうことですんで、ちょっと今回はまたその辺の記録についてもまたちょっと注目したいという形になりますけどね、はい、じゃあそれの記念馬券を買わないといけないですね、そうですね、エアスピネル今回多分人気するとは思うんでね、はいはいはい、それなりの実力だと思いますんで、はい、おことは村井&中将ですよねとか言われてますけどもね、まあまあまあ、いや僕のことも忘れないただね、村井さんとね、中条さんもちょっとね、はい、違うんですよね、系統が。あ、系統はちょっと違うんですかね。別品の中条。で、ね、そういうちゃんと。いや、もう僕は完全に温泉が好きなんで、はい、やめてください。もう僕はもう、ね、そっちよりも温泉の方が好きですよ、ということです。それは好きってはい。もう、おごとは僕の庭ですから。はい、えらい自信ですけどね。はい。もう大丈夫ですからね、もう7点からいつクレーム来るかなってヒヤヒヤするんですけどもね、ね、はい、毎回なんか放送見るたんびになんかテッテさんが怒ってるっていう話を聞きますんでね、この辺はね押し合ってる押し合ってる、はい、はい、といった形でございまして、またね来週の放送も楽しみにしていただければと思いますんで、また神戸中央の放送よろしくお願いいたしま す、 お願いします。てか橋本さんが被ってたクリスマスリース今被ってますね、何気にねそれいつまで撮ってるんですかすぐ撮るね、もう人のやつすぐ撮りますからね、はい、これ僕のなんでやめてください円盤だけですか、これ誰でしたっけ、ウルトラセブンでしたっけ、あ、いや、あと何でしたっけ、太郎でしたっけ、いや、これセブンやと思いますわ、あれですよ ね、 ね、あの輪っか投げるやつですよ ね、 輪っか投げるやね、ありました、ありました、はい、なるほどなるほど最後それかいな、はい、というわけでまたね、来週皆さんとお会いする形になると思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でございます。ちょっと一点皆さんにお礼を言いたいなというところがありまして、御礼、はい、以上ちょっと今日ね、はい、我々の神戸の放送がなくなるのがちょっと寂しいっていうメールをいただきまして、ああそうですか、はい、いや本当にありがたい話だなと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと今のところまだちょっと終了予定になりますので、はい、まあ、ちょっとぜひともね、あと1回2回ないしの放送になると思いますけど、ちょっと今後ともよろしくお願いしたいということと、はい、そうですね、残り少ないですけどもね、ね、ちょっと我々も別れにはなるかもしれないんですけど、その分ね、ちょっと新しい放送も始まりますので、はい、ちょっと今後もね、このチャンネルの方よろしくご視聴いただけたらなと思いますので、はい、はい、ここで最後に大店長からちょっと一言ありますのでよろしくお願いします、はい、いや今ので話振るそうですね、まあ僕が来てまだ2ヶ月ちょっとなんですけども、はい、まだキコーナチャンネルは続いていきますので、どっかの店舗でまたお会いできる日を楽しみにまた頑張ってやっていきますので、はい、この後もちょっといろいろと、や続く気候なチャンネルをぜひご覧いただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後 JP さんが一言お願いします、はい、お願いします俺左下で画面小さい言うてんのに、はい、いや本当にね皆さん、意見というかメールいただきましたね、ありがたい限りでございますね、まあ終了する店舗もあれば、まあね、先ほど言いましたけども、続く店舗もあると
いう形でございますんでね、また今後とも菊間チャンネルがなくなるということで終了するわけではございませんのでね、新しい店舗のまた応援、もしくは出てきはるね、店長さん、皆さん知ってる店長さん、知らない店長さんいらっしゃると思いますけれども、はい、ぜひぜひこうね、菊間チャンネル今後とも放送の方どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで締めていいですか。お願いします。はい、というわけで、はい、本当にありがとうございました。また、次回、はい、またね、よろしくお願いします。というわけで、はい、また来週お会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。エンディングは、はい、ゴリさんのラブユーオンリーでします。ゴリがゴリがゴリが熱い恋をするならこれ放送コードかからんかな、大丈夫かな。お疲れ様です。ありがとうございます。放送コード引っかかります